はい、じゃあ今日はどうも雨の中を足運んでいただきましてありがとうございます。で、私が今日の全体の進行を務めます、月刊つくるの編集長の篠田と申します。で、今日出演される方はですね、今日お渡ししている配布物に書いてある、ままですので変更ありませんので、いちいち紹介しないかもしれませんが、これをご覧になっていただけますかね。で、全体のどういうテーマとか経緯については、告知をしたときに、多少書いてますけれども、あれですよね、その1月のフランスのテロ事件からその後藤さんたちの、殺害事件に至るまで、ものすごくいろんな激動が起こって、これはジャーナリズムとして考えるべき多くのテーマが提起されているなと思ったんですね。で、多分今日その話に後半行くと思うんですけれども、一番大きいのはですね、日本っていうのがいつの間にかもう戦争の当事者にされちゃったなっていう感じがあるわけですね。で、昔は、報道っていうのはこう戦争している両方と違って中立で報道取材をするみたいにして戦場に入ったんですけれども、ほとんど日本っていうのは、当事国になりつつあって、標的にされるっていう状況なんですね。で、その意味で言うと戦争報道とか戦場取材っていうのが大きくまた考えなくちゃいけない時期だったと思うんですね。で、そういうことを中心に今日は、1部と2部に分かれて議論をしたいと思います。で、大まかに言うとですね、一番は割と戦場取材に特化してそこを中心にね、後藤さんのテーマを中心に話をしていきたいと思います。で、2部の方で、もうちょっと全体の報道の問題とか、それから表現の自由の問題とかね、そういうふうに多少話を広げて、議論をしたいと思います。で、特にですね、イラク戦争の頃から、組織ジャーナリズムとフリーの人っていう問題がずっとあってですね、要するに今危険な地域にフリーの人が行くみたいなになってるわけですね。で、それは福島の原発事故にとっても言われたんですけれども、そういう問題も今日シム・ローレンの荒崎さんとかも来てますので、そういうことも後半話をしたいというふうに思います。で、今日はその一部のパネラーの方に、順次まずあれですね、3分から5分ぐらい話をしていただいて、その後議論をというふうにしたいと思いますが、よろしいでしょうかね。で、最初の時にちょっと簡単に自己紹介というか、その自分との関わりについてもちょっと簡単にお話しいただけますでしょうかね。で、後藤さんの事件っていうのは、いろんなことも報道されて後になっていろんなことが分かってきたっていうことなんですよね。つまり政府がある程度早い段階で知ってたってことも後から我々は知るわけなんですけれども、それをちょっと振り返る意味を込めて、安田さんからですね、その経過の、ちょっと報道されてない部分もできたら含めて、ちょっとお話しいただけたらと思いますよね。安田です。よろしくお願いします。イスラム国に関しては、最初に処刑されたアメリカ人とか、私はシリアの取材中に会った人たちで、スペイン人に解放された人とかも知ってますし、今行方不明のアメリカ人なんかも向こうで会った人たちで、山本美香さんが後藤さんで、本当に知ってる人たちがどんどん犠牲になっているような現場なんですけど、そういう意味で、私が無事でいるのは取材に行ってないからっていうだけでですね、この仕事できる人ほど、こういった、犠牲になっていくということで、本当にこういう事件が起きるたびに、なんで俺はこんなところにいるんだろうとか、そういう気持ちばっかりですね。で、今回の後藤さんの、件については、10月の末に、後藤さんが、シリアに行っているらしいと。で、11月の頭に、ある週刊誌のインタビューの仕事があったと。で、それが、連絡もなしに、飛んでしまっている。で、その後講演会の予定もあったけど飛んでしまっているということで、どうもおかしいということで、我々同業者の間では11月のもう半ば過ぎぐらいにはなんかまずいことになってるんじゃないかっていう話にはなってたんですよね。で、これまでのイスラム国の件でもそうですけど、その交渉して身代金とか払って帰ってくるケースでも、基本的には表に出ないで、ずっと裏で交渉してて帰ってきた時に実はこうなったみたいな感じになってるんで、ちょっとこれを騒ぐのは
まずいんじゃないかとかいうことを、まあ、我々お互いに言ってて、まあ、ひょっとしてあの私もあのシリア行った時は、その移動する手段がなくなってインターネットもつながらなくなって1週間ぐらい音信不通になって日本では死亡説が流れましたので、そういうことはあるんですよね。だから、まあ、シリアのこういう状況だから、そういうこともあり得るし、まあ、あの後藤さんなんて非常に慎重な人でしたから、うん、なんかこういう事情があるんじゃないかと思ってたんですけど、まあ、1ヶ月経ってもどうも帰ってきてないらしいということで、さすがにまずいんじゃないかと。で、まあ、その頃ちょっとご家族に、どうなんですかみたいな話を一応聞いたんですけど、まあ、なんていうか、まあ、取材中ですということをおっしゃっていて、やはりこのむしろマスコミが来たみたいな感じの対応だったんですよね。だから、まあ、報道されてますけど、外務省にご家族が話をした段階でマスコミから守ってほしいということを言ってたということみたいですね。で、それが私が言ったのは12月の頭、まあ、半ばぐらいなんですけど、もう11月の頭、12月か、12月の頭ぐらいには、その向こう側から、広島企業系のメールが入ってたと。で、それに対して、まあ、日本側は、まあ、事実上の交渉にはなってなかったみたいですよね。まあ、ちょうど選挙やってましたし、まあかんまあ交渉するとしたらこれ払うか払わないかしかないわけですよ。で、どこの国も解放している国っていうのはお金払って裏で、で払ってませんと言い張って、やってるわけですけど、その交渉するにさってこれいくら払えるのかっていうのがないと交渉できないわけじゃないですか。その辺の、決定も含めて最終的には官邸でやるんでしょうけど、官邸も全然そんな状態じゃなかったでしょうし、まあ、初めから、まあ、はっきり払う気なんかないでしょうから、事実上動いてなかったってことだと思うんですよね。で、そうこうやってるうちに今1月に、まあ、動画が出てしまっていて、だからこの間、まあ、相手がイスラム国なのかどうかもよく分からなかったってことを言ってますけど、要するに何も分からなかったってことですよね。ヨルダンにその対策本部作って人は行ったけども、相手が誰なのかも分からないんで交渉もして、まあ、表向きかもしれませんけど、その辺ちょっと何やってたのかというところが、まあ、極めて疑問なところですよね。まあ、経緯としてはこういう経緯だと思うんですけど、まあ、その動画が出てからは、またヨルダンが絡んできたりとかいろいろあって、それこそあの取材されたあの金原さんの方がおそらくいろいろな事情をご存知かなと思うんですけど、いや、振ってくれたわけね。で、あの金平さん、今日はテレビジャーナリストっていう大事な人でね、なかなかいろいろ難しい問題もあるんで、はい、じゃあちょっとその辺と、あれですね、その、まあ、話が入って、その経過等について、お話しいただけますかね。金平と申します。今日はあのこのシンポジウムに一部のところで参加できてとても自分としてはいいと思ってよかったと思っています。それはあの取材の現場で動き回っている人たちと一緒の場で討論ができるということが非常にいいと思っていて、私は常々あの現場の取材をしない人は語る資格はないというふうに思っているので、コメンテーターとか解説とかそういう役割の人はもちろんいるんでしょうけども、自分はあの現場で取材をしたことに基づいてものを言いたいというのがあるのですが、このいらっしゃる方はみんなあの体を張って、さっきその組織ジャーナリズムとフリーランスの関係も篠田さんもおっしゃってましたけど、あの今度の一連のことっていうのは今から考えてみて、非常にあの多様なあの論点を含んでいる非常に深刻な事態だというふうに私は思っています。大げさに言うんじゃないですけど、多分あのこの国の形が変わりつつあるんじゃないかなという、さっきあの篠田さんは戦前という言葉を使ってましたけど、戦前というかむしろ今年がちょうど戦後70年という節目にあたる年ですけれども、戦後というようなあの尺度が無効化、無化しされつつあるというか無理やり、私はいつもあの時代、大掴みな時代状況みたいなものをこういう仕事をやってるもんですから、まあ、虫の目とそれから鳥の目でこうずっと俯瞰的に物事を考えるときに、今の状況というのは、戦後から災後を経てですね、災というのは被災の災ですけども、
本来であれば2011年の3月11日で日本人というのは僕らの国というのはあそこで自分たちがやってきたことを反省して生き直す、最大のチャンスだったかもしれないものをですねなかったことにして、前の通りにやればいいんだというようなこの国の在り方というその方向にどん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 逆向きに進んでいってですね今おそらく戦後から最後に行って、まあ、戦前になりつつあるんだという状況認識です。で、そのことが非常に露骨な形で現れてきているのが今のそのイスラム国による邦人人質事件、人質殺害事件ということで、その間その政府があるいは官邸があるいは外務省がそれからメディアが僕らも含めてですけども、取り続けている姿勢というのはそのこの国が非常に今までの国と形を変えようとしているというようなぐらい大きな節目というふうなことだというふうに思います。それで皆さんもこの間の危機的な状況を敏感に感じられて今日もこれだけいっぱいの方がおそらく会場に来てらっしゃるんだと思うんですね。で僕はメディアのテレビ放送の仕事ばっかりこういうふうにやってきた人間ですけども、今回ばかりはその現場に取材に行ってその利益が逆流するような思いを何度も何度もしたというか、つまり、今までその国家と個人の関係でいうと、国民の生命財産を守るというふうに、まあ、どっかの人が口をなんか酸っぱくするぐらい口だけでは言ってますけども、実際に、国家が国民の生命財産を守ろうときちんとしていたのかどうなのかということが非常に問われていると。でそれをその事実に即してですねきちんと検証しなきゃいけない。それが今僕はメディアの最大の責務だろうと思ってますし、それから市民の側あるいはその国民の側の権利がこう蹂躙されようとしているときには、国民の側が果たして今の国家とか国とかあるいは政府とか官庁とか省庁とかそういうところが自分たちを本気で守ろうとしているのかということをきちんと考えなければいけない、その一種岐路に立たされていると。それが偶然おそらく戦後70年という今年の時期に重なってしまったんだと思うんですね。で、ここに来る前にある外交官の方と今話をしてきたんですけど、その人はもう退官されて40年外交官として一線で働いてきた人ですけど、その人が同じことを言ってました。私たちの国の形が変わろうとしていて、これまでは私たちは外交官として、国民の生命財産を守るために体を張って、プライドを持って仕事をしてきたけど、教授を持って仕事をしてきたけども、これからは違うことになるんじゃないかということを非常に危機感を持って働いていたということがあります。事実経過で言えば、私はずっとこう年表風にこうずっと行くとね、いろんな節目があるんですけども、井川さんが拘束されたのは8月ですよね。で10月6日に、警視庁の公安部が家宅捜索をして、常岡さんとかそれから中田光というイスラム法学者とか北大生ので、あの時の報道のされ方っていうのも皆さんよく記憶してると思いますけど、叩いたわけですね。でその後に、11月の1日に、拘束をしているという情報を政府が把握していたということになっていて、12月の3日ですね、12月の3日に、奥さんのところ、後藤さんの奥さんのところに身代金の要求というのが来るわけですよね。でしかしそれは外務省ないし、政府の方から表に出さないようにということを抑えられていたということがあって、でその前の日の12月2日っていうのが衆議院選挙の公示日です。もうね、国の在り方として、その法人、日本人が これだけ大騒ぎになったんですよ。テロで駆使しないとか大騒ぎをして、断固として非難をするって言ってる時にですね、それをこう交渉の糸口をつかむために、犯人側に不利にならないように、それを表に出さないっていうやり方は他の国もやってます。ただ何もやってない国っていうのは滅多にないです。で本当にそれが何もやられていなかったということであるならば、これは政府としての責務を僕は放棄しているというぐらいで、これがもしアメリカでこんなことがあったら大変なことになります。でそういうようなことを今僕らは本当は検証しなきゃいけないですね。
ね。で、それはおそらく現場で取材している人たちの多分そのどこまでやるかってことが今試されてるんだっていう、それぐらいの気持ちで今持ってるんですが、それは周りをこう巻き込んでいかなきゃいけない話だっていうか、それはおそらく立場の違いとか、ちっちゃな違いとか、ちっちゃな意見の対立とかっていうのを乗り越えていって、本当に政府がまともに救おうとしていたのかどうなのかってことはきちんと僕は検証されなきゃいけないことだというふうに思ってここになりました。はい、ありがとうございます。今広岡さんが退席されたんですが、なんかご家族のことで病院から緊急の呼び出しがあったっていうことらしいので、まあ、大事になければいいと思います。まあ、ちょっと広岡さん退席されましたね、メモを残して、はい、じゃあ、渡井さんに、じゃああれですよね、渡井さんたちは割とその拘束についてこう早い段階で声明を出したりされてたと思うんですけれども、まあ、その辺も含めて戦場取材をやってきた体験からちょっと今回の事件についてお話しいただけますかね。渡井と申します。普段アジアプレスというフリージャーナリスト集団に所属してもう15年ぐらいになるんですが、イラク戦争の取材を2003年からずっとやってきまして、ちょうど去年ですけれども、イラク戦争の10年を描くドキュメンタリー映画と、それから番組を NHK で放送しました。で、イラクはこの間取材しましたが、シリアに関しては全然取材 してないので、そのシリア情勢のことは話せないんですが、この人質事件が発生してした時が1月20日なので、ちょうど1月前ぐらいだと思うんですけど、ちょうど私と、隣にいる豊田さんたちと、日本ビジュアルジャーナリスト協会というですね、今から12年ぐらい前に設立した、映像ジャーナリストと写真ジャーナリストの会員組織があるんですけど、そこで、これは大変だということで、最初は声明を、英語、日本語、アラビア語の声明を出したり、その後はですね、インターネット放送を通じてアラビア語で解放を呼びかけたりと、なんとかできることを、しようということでやりましたが、全く力が及ばず、残念な限りなんですけど、今までも報道関係者の殺害ってこの10年ぐらいでやっぱり結構あったんですよね。思い起こすと2004年に、イラクで橋田俊介さんと、小川幸太郎さんが、車で移動中に襲撃されて殺害されるというのがありました。でその後2007年にビルマで、永井健司さんがやはり撮影中に、後ろからですね、政府軍兵士から、射殺されると。その後2012年にシリアで山本美香さんがやはり殺害されました。でその間にバンコクで、ロイター通信のカメラマンですブラモスさんが騒乱のデモの取材中にやはり銃撃されて殺害されてるんですけど、やっぱり今回の後藤さんのはですね、ちょっとそれまでとは違う、いわゆるその取材医療中の銃撃殺害ではなくて、拘束されて身代金の要求とか、いろんな要求を突きつけられて、で殺害されて、でしかも首を切られて、でなおかつその後にまた、日本人全体に対する、殺害とか出てますから、ちょっとこれまでとは違う意味で、非常に私自身も恐怖感もありますし、この後ですね、この後多分ここにいる人たちもそうですけど、大体聞かれるんですね、次どこ行きますかみたいな話になってですね、でこれを今うかつになんかこうどこどこ行きますとかって言うとね、またパスポートが取り入れられたりとかいろんなことが起きますから、そういう意味で言いづらいっていうのもあるんですけど、フリーランスでやってる以上、もういろんなその取材とか狙いとかあっていろんなプランとか考えてますけど、
実際橋田さんたちが亡くなった後っていうのはその後も結構私もそうですしフリーランスや医学の取材とかやっぱ行ってるんですよね。だけれどもあの振り返るとあのこの間に香田翔生さんですね、2004年の10月下旬に香田翔生さんが、遺体でまさに首を切られて、確か正常期に包まれてあの遺体で爆発しないで発見されてなりました。でこれはやっぱり大きかったですね。というのはこの少し、事件が起きる前に、日本の新聞社メディアがあのバクダッドから日本人記者を引き上げるんですよね。10月の中旬ぐらいです。新聞がまず引き上げました、日本人記者を。でその後この事件の後にやっぱり共同通信が、日本人記者をあのバクダッドから引き上げさせて、でその後唯一 NHK だけがなぜかですねあの記者カメラマン、その後2000何年ぐらいかわからないですけど日本人記者カメラマンは 2,3 ヶ月交代で、常駐させるというですねあの時期が続くんですけど、だけど常駐はしてるもののもうほとんど外にあの出ないと、もう本当にホテル あの一角あるいはあの民家の宿舎の一角の中でしか動けなくて、実質的にはあの医薬人スタッフしか取材しないできないっていう状況がその後ぐらいからつまり始まるんですけど、あのイラクの状況はその後まさにあの加速度的に最悪の時期になるんですよね。2005年から6年7年あたり、このつまり報道陣外国のメディアもそうですけど誘拐とか殺害があの2004年から5年あたりに結構相次いでるんですけど、そこからやっぱり外国メディアが、いるんだけれどもほとんどイラク人スタッフでしか取材できなくなると。で2006、7年頃っていうのが大体3万人ぐらいですね、死者がね、去年でも、まあ近年では最悪の時期だったそれでも1万7千人ぐらいですから、2006、7年頃っていうのは3万人で、まあとにかくバグダッドに関していくともう過去最悪ですね。過去12年を振り返ってもその時期が内戦状態最悪の時期でしたから、だから香田翔生さんのその殺害後の実はフリーランスもその後やっぱりイラクに行く2004年の後半以降イラク取材をする人ってのはものすごい減りました。で僕自身も回数ものすごい減りましたし、2006、7年に入った時なんかもほとんど身動きが取れないぐらい、入ったはいいけれどもほとんど取材が撮影が特に映像写真取材ができないっていうような時期だったんですよね。で去年ごめんなさい2013年にバクダッドに取材に、まあ、行ったんですけど開戦から10年、その時にまあやっぱり外国の通信社の、イラク人スタッフにですね話を聞いた時に過去10年間で、何人の同僚が亡くなりましたかっていうとですね、いやイラク人だけで5人亡くなったよという話をしてたんですね。で その人は、まあ、こういう言い方をしてて、まあ、つまり自分たち、まあ、メディアはそのイラク人の生活とその共にあるんだよと、まあ、これが人生なんだという言い方をしてました。で確かに報道陣の死者も過去イラクで、この12年間で160人ぐらいが亡くなってるんですけど、85% がイラク人ですね。で、外国の記者というのは本当わずかです。で、そのイラク人の結局、報道陣の死者も、実は一番過去12年調べたら一番多いのは2006、7年なんですよね。だからやっぱりイラク市民のその死者の数とその報道陣のその死者の人もやっぱりその連動してて、やっぱその報道陣の殺害が多いっていう時はやっぱりその彼らが取材している市民全体ももちろんその毎日のように殺されているということがまあ非常によくわかります。で、まあ、今回の場合は後藤さんがまあ殺害されたということによって、特にフリーランスの側で今周りの人たちと話しているのはこれから先取材に行った時に、発表媒体ですね、ただでさえ実は、まあ、後藤さんは報道ステーションという番組でよくリポートをされていました。この3本ぐらいはだけど別に専属とかではなくて他のメディアでもやってましたし、他の媒体にもやっぱり取材の発表媒体
テープとかあの素材を持ち込んだりしてましたけれども、基本的に行く前にあの企画とかあの放送しましょうとかですね、成立するっていうことはこれまずないんですよね。この危険地域の場合特にあの取材が全部終わってから、企画としてじゃあやりましょうか、いや、やっておきましょうとか なりますから、実は後藤さんもあの結構やってたよ、あのたくさんあの放送したようにも見えますけど、行ったけれどもやっぱり放送できなかったっていう時もやっぱりあるみたいで、まあその辺なんて言いますか、まあ、僕自身後藤さんが結構ああやってどんどん取材してリポートしてて、でああやってどんどんリポートできる時っていうのはある意味こう欲も出ると言いますか、もうちょっとやりたいなとか、できる時にやっておきたいとかですね、入れるうちにこう放送しておきたいとか、やっぱりそういう気持ちにやっぱりこうどんどんなっていく行ったんではないかみたいなことはやっぱり推測します。でやっぱり日程とか取材のスケジュールとか見てもですね、なんか極めて無理をしてるし、こうやっぱりフリーランスであるがゆえの何か落とし穴というようなものにはまってしまったのか、それとは全く別なのか、ちょっと当人がいないのでもう何とも言えませんけれども、ただこれから先も僕はちょっと恐れているのは、今ネット上でこういうのがあったんですよね、いわゆる書き込み欄で、テレビ局がフリーランスの映像を紛争地戦争取材を買うからこういう方です、あの連中はって書いてあるんですけど、あの連中は、そういうところに取材に行くんだと、だからテレビ局がそういった映像とかをですねフリーランスに買うのをやめるべきだみたいなですね、そういうのを書いてあったのがあって、うわこれはまあそれは一人の書き込みかもしれませんけど、これですね、いや僕がちょっと恐れてるのはそれこそこれから放送局とかがそのフリーランスのその戦争紛争取材の取材映像とかのですね扱いとかをですね、これからどういうふうに出てくるかっていうのをちょっと今危惧しています。というのは経験がありまして、2011年の311の後に、福島第一原発の取材に行った時、まさに豊田さんたちと一緒に行ったんですが、あの時立ち入り禁止区域に入った映像っていうのはしばらく出せませんでした。立ち入り禁止区域の映像など出せませんと言われたり、あとどこの一番聞かれたのはどこの許可を取って入ったんでしょうか、どこの許可を取って、撮られた映像でしょうかってやたら聞かれました。最初の2週間ぐらいだけですけども、だからもういろいろ出したいものがあっても全然出せないみたいな時期が今しばらく続いたりしたことがあったんで、まあ僕はちょっと今恐れているのはフリーランスの取材に行くスピリットみたいなのは多分これまでと変わらずあると思うんですけど、ここから先どうやって発表したりとか媒体とかのことに関しては、まあ、すごい影響が出てくるんだろうなというのが今考えている。ちょっと長くなりました。はい、じゃあ、それも、井岡さん、さっき言って帰られたんで、野中さんに言っていただきます。じゃあ、今のあれですよね、その後藤さん、まあ、フリーで、多分今、渡辺さんが言ったように、取ってきた素材をテレビ局とかと交渉してっていうふうにやってたと思うんですけれども、まあ、そのあたりのフリーの人の仕事の仕方も含めて、豊田さんにお話しいただいていいですか。はい、豊田と申します、こんにちは。その前に一つ申し上げておきたい点があります。渡井君の方からもありましたように、日本ビジュアルジャーナリスト協会という仲間たちで、後藤さんが拘束されてるっていう、拘束されてるという映像が出た、その日のうちに一応2人の解放声明、解放してくれという声明を出した経緯もありまして、ずるずると救援の一部を担うような形を取らざるを得なかったんですけれども、その時の経緯を少しお話ししておいた方がいいかなと思うのは、実は今日のタイトルも後藤健二さんの死を悼みですね。つまり湯川さんはパッと消えてしまう、これはまあ後藤さんが報道に関わってたということで、このシンポジウムのテーマとしても非常にやりやすいってことはあるんですけれども、僕たちの1回目の声明っていうのはまだ2人が存命だということを前提に、声明を出しましたので、湯川さんがどのような人であるかっていうことはネットで残ってる映像ぐらいしか知らなかったんです。そのネットで残ってる映像っていうのは彼が、なんか戦争オタクなのか、
軍事訓練なのか、あるいは人儲けしようとしたのか、まあ、様々な憶測が飛ぶような映像だけが残っていたので、非常に躊躇する部分はあったんですけれども、よって、生命の原則に、立つというふうに僕たちは思いました。それは、ジャーナリストであるかどうか、あるいは湯川さんがとんでもなく悪いやつであるかどうかにかかわらず、彼がその裁判なりなんなり受けて合格起動っていう結論も出てないのに、彼を殺すのはおかしいという論点に立つということです。それは逆に言えば日本で、死刑問題があったにしても、そのことについて、ジャーナリストはジャーナリストでの、一家言が僕らもあります。よって、後藤さんだけ救って湯川さんは知らないという声明にはしませんでした。だけれども、なぜか、全て現在のところ、その後藤さんが殺されて以降は、湯川さんの話が出ないのは、おそらく振り返って日本のことをあんまり振り返りたくないなという側面がやっぱりあるんだろうなというふうなことを感じております。でもう一つ、次はじゃあなんで私がここにいるのかという話で言えば、一つはそのジャーナリスト協会でそういう声明を出したんですけれども、もう一つはたまたま会員の中では渡井君と僕だけが後藤さんを知ってた。僕はしかも知ってるといっても、20年前に1週間ほどヨルダンで、一緒にいたことがあったので知らなかった。でもう一つが、そういう経緯があったので去年年末、安田さんも言ったように、僕らのところには彼の行方不明っていうのは入ってました。でこの2つがあったにもかかわらず、救えなかったという私の、何もできなかったという、後ろめたさもあって、彼がこのテレビに出た時には何かしなければっていう思いがあって救えるのかというふうに思ったわけです。で、それにもかかわらず今日のテーマである、報道について後藤さんがああいうところに危険を犯してでも使っていかなきゃいけない理由っていうのは、もうすでに、金平さんがおっしゃった通りで、現場に行かないと分からないことってのはいっぱいあって、あるいは逆に言えば現場に行くとすごく簡単なに分かることもあるっていうことを自分も取材の中で体験してきてるわけです。でその一般的にシリアは大変だとかレバノンは大変だとかっていうニュースは聞きやすいんですけれども、でも私の報道の視聴者であり読者の 99% ぐらいは日本人を僕は相手に仕事してきました。海外の通信社とか海外の新聞に仕事をするというのは非常に少ないので、あくまでも、対象が日本であるということを思いながら仕事している。現場はシリアだったりイラクだったりはしたわけです。でやっぱり、その行かないとわからないけど行けば一番簡単にわかるのはやっぱり、日本の自衛隊がイラク派遣されないっていう11年前の時にもう、自衛隊が、イラクの中部のサマワに派遣される。でしかも、自衛隊が行くと自己完結型で給水支援ができる。だから自衛隊が行ってサマワの人たちは水で困ってるから水を支援するんだという文脈で行く時に、まだ閣議決定が出てなかったのでそのサマワの取材を、自衛隊が行く2ヶ月ぐらい前ですかね、行って取材して1週間ぐらいの取材でしたけれども、様は自体はですけれども、この間行ってりゃすぐ分かることっていうのは毎日お風呂に入っていたということですよね。だからなんだろうということで、様はの水道局浄水所を全部取材するわけです。それから給水車のシステム、そしてその給水車を給水の運行を、支援している、ヨーロッパの NGO、 こういうのを全部取材してきた。僕にとっては自衛隊が行く理由は全くないということが分かるにもかかわらず、なぜか、サマワの町の中には自衛隊員の皆様ようこそという横断幕が掲げられている。しかし常識で言って、日本軍という横断幕なら まだ分かるけれども、自衛隊という言葉を知っているイラク人が何人いるんだろうということで、通訳に訳してもらったら日本軍も自衛隊という言葉ももちろんなく、勝手に日本の記者がこれフリーランスですけれども、勝手に書いて掲げて、そしてそれがビデオに撮られて日本で報道される、自衛隊の歓迎をしてるんだっていう話になっちゃうわけですよね。でそんなのことも現場で聞けば、つまり小さな町ですから、行けばすぐ簡単に分かることなんですけれども、
それも全部自衛隊が行く前に報道ができたんですけれども、多勢に無勢で、止めることはできなかったっていうじくじたるものはあるんですけれども、今申し上げたように危険であるっていうことは、そのことによって隠されるものもいっぱいあるっていうことなんだろうな。その国の形を、変えるっていう意味で言うと、そのように一つ一つがのところで歯止めをかけなければ今回のようにドーンと来るっていう大きな反省もあります。そういう意味で言うと危険であるかどうかっていうのは国の判断とは別に、必要性があればジャーナリズムが、カバーしなきゃいけないことはやっぱりあるんだ。でしかもそのカバーの仕方によっては、取材するときにははっきり言えます。言えばやっぱりその国の流れを変えて悪い方に行くことを止められる可能性が 1% でもあるんじゃないかという思いもあって言ってます。だから、危険とのバランスの天秤には欠けますけれども、ジャーナリズムの方を優先せざるを得ない場合も時としてはあるんだということもご理解いただきたいなと思って話を戻したつもりですけれども、はい、分かりました。その声明の話、渡さんからもさっき出たんでちょっと来てるんですが、あれとか安倍政権の批判みたいなのが多少感じられたんだけど、その辺って意識はしたの、その段階でその政府の問題への追及をどうするかみたいな声明出した時に。安倍政権批判が目的ではあります、これは逆に言うとイスラム国という名称が今問題になってますけれども、僕らの呼びかけは、話し合いによって解決はつく、つまり交渉してくださいという呼びかけになってます。ですから、テロリスト、過激派イスラム国の諸君なんていう呼びかけはしてません。当然ですね、交渉してほしいから。で、日本政府も、戦争に向かっている、戦争政策を進める日本政府の人たちというふうな呼びかけはしてません。交渉をしてほしいから。で、両者には交渉の解決の方法があるだろう、だから非暴力ならば解決の道はあるでしょうという呼びかけになっております。よろしいでしょうか。はい、分かりました。そうか、それとさっきその今日の集会のタイトルについてもちょっとコメントをいただいて、まあさっきの豊田さんの話は豊田さんの話でいいんですけど、まあ今日は一応メディアとかね、ジャーナリズム問題を話し合うということでこのタイトルになってますから、それ以上の意味はありません。はい、そしたら実はさっきちょっと言わなかったんですけども、その旅館返納の杉本さんも今日来てて、ちょっと一部の最後にちょっと発言をお願いしたりするので、なんですが、ちょっと野中さんね、そしたら、まあ、野中さん入部にも出ていただくんで一部は簡単にお願いしたんですけども、今ちょっと話が出て、多分ご存じない方もいるかと思いますので、そのフリージャーナリストとそのあれですよね、その映像をかけるためにはテレビ局が流さないといけないんですけども、その辺の関係どうなってるかってちょっと説明いただけますでしょうかね。はい、後でもね、また少しお話ししますけれども、先ほど渡井君の方からですね、亡くなったジャーナリスト話ありました。で、僕の記憶ではですね、1975年ベトナム戦争が終わってからちょうど今年40年になりますけれども、ベトナム戦争の時に戦場で亡くなった、取材中亡くなったジャーナリスト、日本人のジャーナリストに限って言えば十数名ですね、13人という話がありますね。実はたくさんのジャーナリストがベトナム戦争取材で亡くなった。じゃあ1945年から40年経って、その40年間に何人の日本人ジャーナリストが戦場で亡くなったのかと、地雷を踏んだり撃たれたりして、で数えてみると僕の記憶では8人なんですね。8人なんですよ。8人のうち6人がフリーランスです。で、2004年橋田伸介さんとか小川幸太郎さんが、イラクで襲撃されて殺害されるという。で、これから今年の後藤健二さんの殺害まで実は何人殺害されたかで6人なんですね。この40年間のうちでこの最後の10年ですね、6人の方が亡くなった。で、6人のうち5人がフリーランスのジャーナリストです。で、1人が村本さんってロイター通信のカメラマンです。で、6人とも共通点があるんですね。これは映像ジャーナリストだということなんですね。ビデオとか写真のジャーナリストだということなんです。で、ここで2つのことをね、ちょっと言いたいんですけども、1つは、先ほど金橋出てますけれども、
イラク戦争以降にジャーナリストが抱えなきゃいけないリスク、直面するリスクの質が大きく変わったということなんですね。でこれは後でもね、少し詳しく言いますけれども、実は殺害された、誘拐されたりしているのはジャーナリストだけじゃないということですよね。赤十字国際委員会、NGO スタッフ、そんなたくさんの人たちがですね、誘拐されているんです。ですから、戦場が危険になったっていうのはですね、人道援助の関係者たち、この人たちも全く同じなんですね。まだ解放されていない国連機関の職員たちもたくさんいるということなんです。で、それまで、80年代、90年代、僕もアジアの戦場取材をたくさんやりましたけれども、それは戦場の危険であって、こういうふうにして、ジャーナリストがターゲットになるっていうことなんですね。それはまあほとんどなかったですね、ほとんどなかった。ベトナム戦争の時もそうですね。ですから、ジャーナリスト自身、あるいは外国人自身がターゲットになるというふうなことで、リスクが非常に高くなった。これが一つと。それから、もう一つは、なぜ、じゃあ映像ジャーナリストたちの犠牲が多いのか。これは現場に行った時に、とにかくインパクトのある映像、より迫力のある映像をやっぱ撮ろうというふうに、これはカメラマンの本能ですね。だから前へ前へということです。で、ファインダーを覗いている時っていうのは他はもう全く見えないんです。とにかくいいショットを撮ろうというふうにして、前にやっぱ進むんですね。で、記事を書くジャーナリストたち、もちろんこの人たちも大変な仕事なんですけれども、ただこの人たちは戦場から帰ってきた人たちの話を聞いても、まあ記事は書けるわけですけれども、写真とかビデオっていうのはですね、いくら下手でもとにかく現場に行かないと撮れないんですね。で、フリーランスの場合は余計にそのプレッシャーが高いわけです。強いわけです。なぜかというと、シリアであれ、イラクであれ、世界中のジャーナリストたちがそこに取材に行ってるわけです。NHK も行けば、TBS も行けばですね。そうすると、フリーランスの仕事の場っていうのは、マスメディアなんですね。と、例えば、我々が撮った映像を NHK 持っていくから、TBS 持っていく。しかし、NHK とか TBS の人たち、クルーが、もうすでに同じような映像を撮っていたらですね、別にフリーランスを使う必要はないわけです。そうするとフリーランスとしてはですね、いつも考えるのは NHK とは TBS とは区別化される映像と違う映像となる。で、違うことの最も価値のある部分というのはやっぱり戦場であれば戦闘なんですよね。その緊迫感がどれだけ取れているかということなんです。ですからフリーランスで行くっていう時はですね、そういうふうにどうしても自分の映像の区別化、差別化を図っていくために、インパクトより、インパクトの強い映像というふうに、前へ前へと進んでしまうってことなんですね。ただ、誤解のないように言っておきますとね、ネットなどを見てると、それでね、たくさんの金をもらってると。金儲けのためにね、一発屋的にやってるんだと。もちろん、たくさんいろんな人いますし、そういう人もいるかもしれないし、我々の中にもそういう野心がないわけじゃないんです。しかし、名誉のために言っておくと、お金の価値っていうのは我々の中で、少なくとも僕の周りの人たちの中では、お金の価値っていうのは随分低いんです。お金がないともちろん取材の再生産もできません。現場に行けないけど、だけど我々はお金よりもお金に変えられない価値を生み出すためにこういう仕事をしている。それは現場で何が起きているのかっていうことを多くの人に伝えるってことなんです。それが我々にとっての最大の価値なんですね。で、そこにね、それを仕事をしている以上、もちろんきちんとしたペイはもらうと。ギャラをもらってですね、で、次の取材に、行くというふうなことですね。ですから、単にですね、戦場取材で迫力のある映像を撮ればですね、お金になるかっていうことじゃない。で、戦争取材の基本はやっぱり戦場にあるんです。はっきり言うとそうなんです。これはもう疑いはないこと。戦争を指揮するホワイトハウスでブッシュ大統領がこういった、ああ言ったっていうふうなことをですね、いくら伝えても、ブッシュ大統領の命令によってアメリカの空軍が空爆をし、爆弾が落ちた先には、ここに爆弾が落ちたら、ここのね、300人400人の人たちはもう本当に粉々に行方不明になって死んでしまうんですね。つまり戦争を発動する、行使するということは、そういう現実を生み出すということ。で、そういう覚悟を持って戦争を支持する、あれ参加するということになるわけですね。それからその戦場の現状、戦場で何が起きているのかということを伝えなければ、戦争を伝えることはならないんですね。
で、もちろんホワイトハウスでブッシュ大統領はこういう声明を出しました、安倍首相はこういうことを言いました、これも大切です。だけれどもそれだけじゃ、ね、戦場を伝えることにならない、戦争の実相を伝えることにならない。で、映像ジャーナリストたちは戦争の実相を知らせる、で、現実をみんなに知らせる、で、そういう役割になって、まあ、現場に行くわけですね。だけど一歩でも前、一歩でも前って、どうしてもそういうふうに気持ちはですね、焦ってくるわけです。で、もう一つは、なぜじゃあ、フリーのジャーナリストたちがそういうところに行くようになったかというと、これはカメラが小型化され、デジタル化され、誰でもですね、小さなカメラでも戦場取材ができるようになったからなんです。フリーランスのジャーナリストが、ドキュメンタリーを作ったり映像ニュースの中にですね、登場してる、そういうことはあまりなかったんです。なぜかというとテレビの取材は今までテレビ局のカメラマンが何百万円かのカメラ、大型のカメラを使ってですね、それで取材してた。だけどカメラが小型化されることによってですね、そういうテレビ局のカメラマン以外の人たちがそういう取材を担うようになってきたっていうこともですね、大きな理由の一つですね。それからフリーランスの場合は大概単独で行動しますから危ないんです。つまりバックアップ体制が弱い。それから何か起きた時に自分の救援をしてくれるようなそういう条件を整えていくわけじゃないです、まあ、もちろん保険もそうですね。戦争保険っていうのは僕の記憶では危ないところだと1日10万円ぐらいかかるんです。1日10万円の保険をかけてね、戦場に行けるか。僕の周りのフリーランスはその10かける10万円があるんだと、それは取材費が使うわけですよね。だから保険もかけない。まあかけてる人は海外旅行保険っていうものですね。これはまあ戦場では多分落ちないだろうね、降りないだろうと思いますけれども、で何かあってもですね、まあ同僚たちが、仲間たちが救援活動に携わるということですね。組織的に救援活動するといったこともですね、そういうバックアップ体制が弱いですね。ですから本来ならばですね、フリーランスのジャーナリストたちが自身がです、我々自身がですよ、そういうふうな仲間たちがそういうことになった時にすぐに救援に行けるように、あるいはそういうふうにならないように情報を共有したり、そういう条件を整えることが今大切なんじゃないかというふうに思っています。はい、ありがとうございます。そしたら、今のあれですよね、そのフリーと組織ジャーナリストの関係は金村さんにちょっと聞きたいと思うんですけど、その前に渡井さんからちょっと今の話の中でもちょっと出てきた、そのやっぱりイラク戦争の頃から日本っていうのはなんとなくこう標的になるみたいなこう状況があったんじゃないかと思うんですけども、そのイラク戦争を結構渡井さんはもう向こうに頻繁に行かれてたんで、その辺どうですかね。まあイラク戦争がターニングポイントじゃないかみたいに言う人って結構いると思うんですけどね、戦争報道で。まあ、基本的に今でもそうですけど、中東は日本人に対する親近感とか尊敬の念といいますかね、日本人ということであることのアドバンテージはもう今までは極めて高かったですよね。だからもう日本人というだけで、最初2003年行った時もどこ行っても、もう日本人というだけでまあチヤホヤされたような時期がありました。だけれどもちゃんとあの政治の動きをしてて、その日本がなぜ今アメリカの前についているんだとかということは聞かれましたし、それなぜ自衛隊を派遣するんだとか、そういうことも言われたことも事実ですが、ただ、おととし2013年に、イラクに、バグダッドに、まあ、6年ぶりに行ったんですけど、もう日本人ですかって声をかけられることがほぼ皆無でしたね。もうちんこりにしかなかったです。つまり中国人ですか韓国人ですかとしか聞かれなくなりました。それまではだいたいアジア人というと、もう圧倒的に代表日本人だったと思うんですけど、もうバグダッドの街を歩いていても、もう本当 99% 中国人ですか韓国人ですかと言われることしかなくなってしまって、別に日本人に対して憎しみが高まったとかっていう意味じゃなくて、相対的に、まあ、中国とか韓国の電化製品とか車とか、あと韓国人、まあ、特にイラク北部なんかだと中国韓国ビジネスの人もたくさんいますから、まあ、そういう接点が本当に日本よりも圧倒的に中国韓国の方がやっぱり増えましたよね。だから直接的にその日本が標的にされるというふうに実は感じたことはそのなくて、さっきも言ったその香田翔生さんの時はやっぱりその
常に戦慄が走りましたけど、まあ、でも今回はそれをさらに上回る警告を、ね、出してますから、そういう意味ではいや今からの方がよほど警戒しますし、あと僕が一番恐れているのは自衛隊、香田翔生さんというのも言ったんですけど、これからもし起きるとしたら自衛隊員が狙われ、当時自衛隊派遣されてましたけど、自衛隊員が狙われるよりも自衛隊と契約している道路補修業者やそういった地元のイラク人、日本と接点があるイラク人が狙われるであろうという予測をしました。幸いにもこれは当時は外れましたけど、これから先はちょっと違うと思いますね。単に日本人が狙われる、まあ、もちろん韓国だと思いますけど、日本の企業で働いている、あるいは日本のメディアと働く通訳の人とか、そういう日本と何か接点がある人が、これから狙われる可能性というのは、まあ、極めて高いんじゃないかと、これ外れてほしいんですけど、まあ、推測は、まあ、してるんですけど、まあ、ちょっと自己紹介で残り10分になると思ってなかったんで、経過説明の事務報告だけ私担当してたんですけど、今回その、まあ、はっきりと我々が問題にするべきなのは、どうやって現場を取材するかという手法の部分だと思うんですけど、まあそのパスポート返納問題とか、先日 の、 そのイラク北部で旅行者が捕まって、クルド政府に捕まってましたっていうのをなんか流してましたけど、後藤さんですら、ベテランの後藤さんですら人質になるようなところに行くなんてとんでもないって話で、パスポート返納当然だろうって話になってるんですけど、後藤さんって自らイスラム国入ろうとしたわけですよ。でこのどうやって入ったかっていうのは全然まだ経緯が分からなくて、どういう判断基準があったのかも分からないんですけど、イスラム国に今まで行ってきた人っていうのはイスラム国の中に、まあ、中田先生のような、直接の関係のある人が、許可をちゃんと取って、許可証をもらって入るとか、まあ、少なくとも中、イスラム国の戦闘員と一緒に入るとか、いう形でしか入れてないんですよ。だから、後藤さんがまあ、報道を見ている範囲では、ガイドと一緒にシリア軍の側の検問所まで行って、そこで一人で降りて一人でバスで向かってったって言うんですけど、迎えにも来てないし一緒にも行ってない、もうちょっとかなりイレギュラーな入り方をしてて、その辺の詳細がわからないんですけど、その許可証があったかなかったかとかその辺はっきりしてないんですけど、その入り方見てると多分取ってないですね。入る人たちってトルコの段階でかなり、場所転々としながら、トルコ政府とかに見つからないように相手の連絡を待つわけですよ。で、どこどこ行けって言われてそこに行ってそこで合流して入っていくっていう、そういう入り方しかできないわけです、ああいうところって。でそれを、まあ、どういう判断して入ったか分からないんですが、その、まあ、はっきり言って報道されている範囲のを見る限りああいう入り方をする人は他にいないと思います、ね、はっきり言いますけど。だから、その入り方をした、まあ、後藤さんが判断の基準は分かりませんけど、彼ですら捕まるんだから他の人ダメっていうのはあまりにも乱暴だと思いますけどね。だからその我々が検証すべきなのはその手法がちゃんとできていたのか、まあ、はっきり言って私にとっては、どんな現場であろうと言って帰ってくるんだったら別にジャーナリストである必要すらないと思ってますので、その方法論をちゃんと確立できるかが大事だと思うんですよね。でその後朝日がシリア側を取材したということで、まあ、産経予備とか、まあ、政府関係者も批判してましたけども、朝日が入った場所というのはコバニという、トルコ国境に近い、クルド勢力が、イスラム国が攻め込んできたところを、クルド勢力が追い返して、まあ、一応解放した町といってアピールしているところですよね。でそこに、クルド勢力のプレスツアーが入ったわけですよ。まあ、はっきり言ってそこでどうやって人質になるのって話なんですけど、でそれからアサド政権のビザを取ってダマスカスからアレッパに行ってその先行ったわけですよね。情報省の役人がついているわけですよ。要するにどちらもイスラム国を排除したということをアピールしている現場ですよね。そこで護衛もつけているわけですよ。だそういうところでじゃあイスラム国が人質にするとしたら、襲撃してきて護衛を蹴散らしてで外国人を捕まえて連れ去るという状況ですよね。でそうなるとコバニは解放されてないんじゃないかって話じゃないですか。だから世界中のメディアがコバニを取り返したって言ってるところで、有志連合側である日本政府が実は解放されてないという情報を持ってたって話ですよね。これが本当だったらそっちがスクープじゃないですか。
だからあの空気読めって話でしかなかったわけですね。要するに具体的にこういう危険があるんだってことは何一つ指摘してなかったじゃないですか、あの朝日を批判するところって。でそうじゃなくて空気読めっていうだけの批判しかできてない、まあ、要するに、なんだ、まあ、そういうコマニが解放されてないとか、その辺が具体的な情報なんか何もなくてやってるんでしょうけど、空気読めっていう話が一番危険なんだと思うんですよね。で、我々が必要なのは自分の頭で、物事を判断して、それで、政府がやってることとか、起きていることが、妥当なのかそうじゃないのか我々が頭で判断することじゃないですか。でそのための具体的な情報を出すのが我々の仕事であって、空気読めとか、こういう使命があるとかどうでもいいんですよ。使命がない人が言ったって大事な事実を見てくればそれでいいわけで、遊びに行ったって別に構わないと思いますよ。ちゃんと行って帰ってこれんだったら、だからそういう話だけしていけばいいと思ってるんです。で、この間 の, そのイラク北部で、旅行者が捕まりました。じゃあどこでどれで捕まったのか全然説明ないじゃないですか。でクルド政府から絶対説明あったはずですよ、政府側に。でおそらく、トルコ・イラク国境の、ハブールという国境があるんですけど、そこから入っていって、モスルというイスラム国が、支配している、町の、北のドホークあたりを通ってさらに入ろうと思ったんじゃないかと思うんですけど、まあ、発表ではイスラム国と戦闘をやっているようなところに、入るなんてと危険であると。で、一歩間違えば大変なことになる恐れがあったというのも官房長官とか言ってるんですけど、どういう危険があるのか何も話してないじゃないですか。だって一歩間違えたってあれクルド勢力捕まってるんですよね。一歩間違えたらクルドの刑務所入るだけじゃないのっていう、まあ結構しょっちゅうあることなんですけど、私もあのクルドに捕まったことがあって、アラブ側に行こうとしたらすぐ、クルドの秘密警察が来て、すぐ連行されましたけど、それはあるんですよ。だからそれが、例えばクルド側とイスラム国側の最前線まで行こうとしたのかそうじゃないのか、全然違うところで捕まったのか、で不審者だっていうんだったらどういう不審な行動をしたのかとか全部聞いてるはずじゃないですか。でそれ全然説明しないんですよね、聞いてるはずなのに。で要するに、危ない危ない言うだけで、具体的にそれがどうだったのかっていうのを我々に判断させようとさせないようにしてるわけです。危ない危ないって言って恐怖を煽って、政治的な要求を通すってこれテロの手法じゃないですか。だから我々がやるべきことというのはそういうこの雰囲気とか恐怖とかいうことではなくて、それを克服して具体的に、何がどうなってるのかってことをそれぞれ我々が頭で考えることなんですよ。だテロに屈しないってことはそういうことだと思うんですよね。だからそういうことを、どうやってやっていくかっていう話を我々が、すべきことで、で、まあ、政府の側というのは、そうさせないようにしたいわけですよね。だから、まあ、パスポート除去の、まあ、予言返納とかやってるのも、まあ、そういう雰囲気でやってると、まあ、当然だとか言っちゃいますけど、まあ、杉本さんが行こうとしたとこ今さっき言った小針であるとか、入れないのかどうかも、見るために行くわけで、だから具体的に何がまずいのかって話もやっぱしてないわけですよね。でその雰囲気だけであんなシリアなんて危ないとこに行くなんて当然だろうっていう雰囲気になっちゃってるわけじゃないです か, だからその恐怖を煽って雰囲気だけで物事を進めようっていうのがまずさっき言ったテロの手法なわけで、まあ、だからそれに対して、まあ、ちゃんと取材をして何が問題なのかってことを出していくことの方が大事で、だからあんな危険情報なんて危険危険しか言ってないじゃないですか。だからもっと細かく出したら分かるわけですよ。だから本当に行ったら捕まりますよって本当に書いてあったら行かないでしょ、そこまでバカだと思ってんのって話ですよね。だから本当にもう政府をそのまま信じなさいって言ってるだけの話で、本当これは危険な方向行ってると思いますよ。で、その雰囲気でもって要するに、憲法に引っかかるとこうやってパスポート、取り上げて渡航禁止なんじゃない引っかかるという時にじゃあそれがまずいって話じゃなくて憲法がまずいじゃないかって話になってるわけでしょ。だから完全にこれ憲法を変えるための流れになってるわけですよ。だから憲法の方がおかしいよ、だって危ないんだからって言っちゃってるわけでしょ。だから何がどう危ないんだってことを細かく追求すればいいわけで、だからメディアだって、あん な, なんか空気読めとか言ってる暇あったらもっとそれ以上の事実を突きつけて競争すればいいじゃないかと思うんですけど、全然競争しなかったわけですよね。だからそのあたりがこのメディアもかなりやばいところに行っちゃってるなというのが私の印象でして、ということなんです、はい。はい、今の話受けてやっぱ金谷さんにちょっとコメント、あれですよね、その朝日のさっき出た話についても金谷さんすごく怒ってたと思いますけども、まあ、安田さんが今言われたことが一番僕
はここの場で話すべきことだというふうに思っていて、つまり何が現場で起きているかっていうことについての丁寧な説明っていうのがなされてないんですね。で、分かりやすく分かりやすくとか、あるいは政府発表みたいなものにすぐ飛びついてしまうっていう。で、僕らが持ってる強みっていうのは、フリーであろうが、企業ジャーナリストであろうが、現場で見てきてきたことをですね、その中の、つまり公益性があると思われるような情報をきちんと提供することだというふうに思うんですね。で、今言われてた、例えばコバニっていうのあるでしょ。で、コバニについては僕はこの間アンマンに行ってた時に BBC ワールドで、コバニからの、レポートやってましたよ。すごかったですよ。あれは僕は見ててね、 BBC の記者がそこずっと最初アップの顔からずっとこうズームバックしていくんですけども、だ周りが全部瓦礫で、全くつまり破壊され尽くした後にこうその人間が立ち尽くしていて、それを見た人っていうのは、つまりここで行われているその愚かさっていうのはもう本当にその目に焼き付いて離れないぐらい、つまりそれぐらい価値のあるレポートだったわけですよ。でコバには BBC 行ってるんですよ。それからその後に、アサドのインタビュー、 BBC は大統領のインタビューちゃんとやってるんですよ。でそういうことっていうのは、なぜそういうことを、つまり僕ら あのメディアっていうのは気づかないかっていうことで言えば、つまりそういうことに目配せする能力って、エディトリアルの能力ですね、編集する能力が劣化してるんですよ。でものすごくものすごく狭い、鎖国のような状態で自分たちの国のことだけ考えていて、非常に勇ましいことを言って、なんかそのこの間の総理の所信表明演説聞いてたら列強とか言ってましたけどね、びっくりしますけどね。その、つまりなんかものすごく想像力がこう幼稚化してるっていうんですかね、幼稚ですよ。世界をちゃんとまだ見てないんですよ。で世界の現状とかそういうものをきちんと、伝えることによって、自分たちの本当の位置っていうか客観的な位置が分かるっていうことがあるんですけれども、アレッポだって僕らの同僚の人間は行きましたよ、1月の末に、1月の初めですね。でそれはやっぱり風景を見るとですね、やっぱり心打たれるんですよ。アレッポって観光地だったですからね、遺跡観光ですごく賑わってたところが今もう無人で荒れ果てていて、その遺跡どころじゃないんですよ、遺跡の遺跡になっちゃってるわけですから。でそういうものをこうずっと無人のところを見たときに、僕らにこう伝えるメッセージの大きさっていうのがあると思うんですよ。それをこう一緒くたにしてですよ、シリアどうも危ないらしいぞ、その周りも全部危ないらしいぞって、でそこでパスポート取り上げるなんていうのは持ってるほかで、それは持ってるほかっていうのは、つまりそんなことをやる権利が国家にあるというふうに彼らは思ってしまってるっていうところで、つまり西側のジャーナリストから言うと、全く君らの国っていうのは江戸時代かみたいな話になる、取り上げるみたいな、お上が取り上げるみたいな、でそれは主権在民ですよ僕らの国って。でこれ信じられないことで、さっき言ったように国の形が変わるっていうのは、つまり国家があってその許しを得るとか許可を得るとか、いつからそんな国になっちゃったんですか僕らって。アメリカの国でさえ、アメリカでさえですね、イラク戦争を仕掛けたアメリカでさえ、第一次湾岸戦争の時はですね、 CNN のピーター・アネットっていうのが、国による国防総省による対共勧告っていうのを無視してずっととどまり続けてて、バグダッドから中継やったんですよ。でその有名な中継があるんですけども、そのバグダッドの夜空がイルミネイテッドってこれ最初にやったあの生中継を、ホワイトハウスの地下にあるシチュエーションルームっていう作戦本部が見てたんですよ、みんなで。つまりそれぐらい僕らは強いんですよ、メディアの力っていうのは強いんです。国防総省の人間でさえそれを見て自分たちの作戦を考えなきゃいけないぐらいの強い力を持ってるってことについての自覚がなくなってしまって、どこかの下僕になってしまってるっていうかね、下辺になってしまってるっていうか、それはメディアじゃないでしょ。つまり自分の方からそのすり寄ってくる、例えば朝日のその、あそこの注意深くやったシリアの国内の取材を叩く新聞社っていうのは、僕はそこのカイロ支局の人間とか泣いてると思いますよ、その記事を読んで。つまり社論とか、僕が一番言いたいのは、まあ、ここに来てる理由もそうなんですけど、フリーであろうが企業ジャーナリストであろうが組織内ジャーナリストであろうが、ジャーナリストとしての内部的自由っていうのがあるんですよ。これはその近代国家であれば当たり前の、つまり自分の意見っていうのがあってですね、会社からもし、あるいは組織の上の人間から
理不尽な命令をされたらそれに対して逆らう権利があるんですよ。でこれは僕はものすごく大きな問題だと思っていて、例えば渡さんは皆さんのこういう事実さえ知らないかもしれないですが、バグダッドがですね、陥落した時ですね、イラク戦争の時、あの時有名な、そのサダム・スイの像が倒れた瞬間があったでしょ。あの時に恥ずかしいことながら日本の企業メディアはどこもいなかったんですよ。外務省の退去勧告に従って共通者は逆らっていたんですよ。だけど彼が送った原稿は没にされた。でその時につまりフリーランスの大さんとかね、他の何人かのフリーの人が、まあ、立ち会ってた、ね、でそこでレポートしてたのが渡井さんなんですよ。でそんなになっちゃっていいんですかっていう話ですよ。つまりあの時にはもちろん周りにはそのイタリアとかフランスとか、そういう人たちはドイツもいましたね、現場で。それは企業ジャーナリストがいましたよ、いっぱい。でそこからちゃんと中継やってたりしてたんですよ。なぜ日本だけいないんですか。でなぜ渡井さんだけなんですか。いやいや、それはごめんなさい。つまりフリーの人がいてですね、企業ジャーナリストは横並びで、つまりおそらく当時僕は思ってるのはそれ事実だから言いますけど、外信部長会議っていう横並びのがあって、どうするどうするって言ってみんなで引き上げたわけですよ。みんなで引き上げたわけですよ。でそれがやっぱりとても教訓として生かされてないっていうかね。で今起きてることっていうのは そのお先棒を担ぐっていうか、つまり朝日が普通のまともな取材をやればですよ、つまり朝日だけじゃないですから、さっき言ったように BBC ワールドであろうが何であろうが、そこから中継をしたり取材したりしてるんですよ。それを差し置いてなぜ日本だけ帰ってこなきゃいけないんですか。だってイギリスだってドイツだってフランスだって人質が取られたりして、あそこはちゃんと大人だからちゃんと交渉をして帰ってきましたけどね。スペインだって交渉もしない国って何ですか。交渉もしない国でないっていうんであれば、その証拠をちゃんと出すべきですよ。でそうじゃないと国民っていうのは国家を信用できなくなるじゃないですか。いざとなったら救ってくれないんだっていう話になるわけで、そこはその基本権の問題としてきちんと国に対してちゃんと情報を開示しなさいみたいなことを言わないといけないと思いますね。そうじゃないとこう大義みたいなテロには屈しませんっていう、それだけで、つまりものすごく幼稚なわけですよ。子供の喧嘩じゃないんですから。でそこのところは生命をかかってるってことについてのこう今の政権のこう幼稚さっていうんですかね、僕がっかりというか、もう恥ずかしいというか、つまり海外のジャーナリストたちの普通の感覚で話し合って、ああそうなんだ、助けてくれないんだみたいなふうに僕も日本人ですから思われたくないですよね。ただ今現下で起きている状況っていうのはそういうものになっていて、一番問題なのはそこにこうつまり引っ張られていくその市民国民、例えばそのパスポートの返納命令みたいなものがあってもですよ、あ取り上げたわけですから迷惑だよなみたいなことを言う人たちっていうのはかなりの多数に上っている、あるいは僕らの仲間だって分かんないですよ、迷惑だよなと思ってる人がいるかもしれない。だからその今後考えるべきことっていうのは、僕はその敵を遠くに見るんではなくて横の人とか前の人とか、隣の人とか、そういう人とつまりそういうことについてまともな話ができないと力にならないですよね。意見が違っていいと思うんですよ。意見は違っていいんだけれども、さっき言った例えば読売の回路支局の人なんていうのは、あの記事を読んでどんな気持ちになってるんだと思うんですね。言っちゃいけないみたいなことで、じゃあ自分何のためにここにいるんだみたいな、中東支局の人、やっぱり今はこの世異性だからさ、僕危険を犯して家族もいるしさ、行きたくないよみたいなこと言ってるんだったら、まあそれでいいですよ。だけど僕はそう思わないですね。彼らはやっぱりプロの意識はきちんと持ってるし、BBC とかドイツ の ZDF とかイタリア の放送局なんかどんどん出かけていってる時に、俺たちだけは行かないみたいなことを多分恥ずかしくて言えないと思いますよ、そんなことは。でさっき その社論と内部的自由の関係っていうのは、これから本当に僕ら そのメディアの存在意義っていうのを考える時に一番大事な話で、僕らはどこまでその自分たちの良心に従って
組織の中できちんとした報道をしていく。だから最終的にはだから自分たちがやってることは誰のためのものなんだっていうね、そこが今揺らいでるんじゃないかっていう気がしてしょうがないんですけどね。これ僕の個人的な意見ですけど。はい。そろそろ一部終わらずすることになるんですけど、あれですよね、イラク戦争の時に共同で残った原田さんですよね、確かね。はい。だから、ニューで原崎さんに出てもらって、その辺ちょっとフォローしていただこうと思います。まあ、原田さんもあれですよね、会社の、あれを押し切ってみたいな形で、自宅に入ったりしたわけですよね。ですから、まあ、組織としては、まあ、なるべく危険のところに記者を行かせるなみたいな判断をしているわけですよね。で、ここで今結構その旅券の問題出たので杉本さんにちょっと発言をいただいて一部を締めようと思うんですけども、まあ、ただいやこれだけ言いたいというのがあったらその後にちょっと言ってもらいますんでね、一部の方で、でちょっと杉本さん、ね、その辺まぐると杉本さんの名前になってると思うんでご紹介に預かりました。本州の北の国からこちらに来たんですけど、ちょっと風邪ひいておりまして、お聞き苦しい点あるかと思いますがね、お許ししていただきたいと思います。あとそれと私はこういう場はほとんど出たことがないですし、まあ、その辺もちょっと皆さん理解していただきたいなと思っております。で、子供の国からそうですね、全体として簡潔にお願いしたいと思うんですけれども、それとマイクちょっと後ろ聞こえにくいので、なるべく近づいてお話しください。事の起こりかどうかは分からないんですが、1月の25日に朝日新聞の新潟地方版に、まあ、僕がシリアに行く計画を立てて3月ぐらいに来そうだと、行くみたいだという記事が載りました。で、それから 2,3 日後ぐらいにですね、新潟日報の方から実は行くっていう噂を聞いたんですが、事実なんでしょうか。もう1月の5日からチケットの手配しておりまして、27日に行きますというコメントを言っちゃったんですね。それをまともに全部日報さんが書きまして、でましてあの後藤さんのですね、写真入りの彼が活躍してたコメントと僕が講演している顔写真が隣り合わせで寄りまして、それで何で後藤さんこれを結びつけるような紙面の配置にしたのかなと思ったんですが、まあ、それが載っちゃって、それは2月の4日です。で、5日の日に外務省海外法人安全対策課の渡辺さんという方から連絡が来まして資源に行くそうですねと、まあ今日始まったばっかりじゃなくてもう12年から行ってますのでっていうことで行かせてください、まあ行きますと。で、なんで知ったんですかって言ったら、新聞記事を読んで知ったので杉本さんのところに今回電話させてもらいましたと。だからそういうやりで行きます、行かないでくれのやり取りが15分ぐらいありまして、まあ行きます、やめてください、ガチャッとこう電話を切りまして、翌日のですね6日に新潟県警中央警察署の警備課長をやっております岩田さんからですね、ちょっとぜひお会いしたいということで、じゃあ時々行くのはミスドなんで、ミスドのじゃあタバコ吸える喫煙室でじゃあ待ってますっていうことで、来ました。で、まあその方もですね、まあ志賀さんまずいからちょっと今回行かない方がいいんじゃないかと、いやいや僕は僕なりの安全対策っていうのをやっておりますし行きますっていうので、じゃあ行くんだったら行く前に僕のところ家族の連絡先、教えてもらえますかということで、はい、分かりました。で、帰りに別れる間際にですね、無事気をつけて帰ってきてくださいと彼は言いましたので、僕はもうちょっと安心しつつ、ああ行けるんだろうなっていう。で、そしたらその
それが6日、7日の夜に7時20 15分から20分ぐらいの間なんですが、アパートの敷地前の道路まで差し掛かった時に、2、3メートルぐらい離れたところにちょっと高め の、 駐車場が7、8台入るような駐車場がありまして、そこに車のテールランプで人物が4、5人か5、6人浮き上がって、で顔もよく見えて、でこっちを見てる風だったんです。で僕もなんだろうこんな夜にと思って、まあまあ、もう部屋に帰って晩酌でも始めようみたいな感じで、玄関 の、 アパートのドアの前まで来ましたら、その4、5人か5、6人がダダダダッと僕の後ろに来まして、杉本さんですかと、はいそうです、お桜はということで外務省から来ました、で中に入れてくださいということで、まあ、中に入れましてですね、入れまして、まあ旅券、一般旅券返納命令書これから読み上げますので杉本さん聞いてください。で僕も素直な人間なので聞きました。でまあそこでもやっぱり行く行かないでくれ の、 やり取りがあった、その合間に逮捕ということになりますよと、外務省の、外務事務官が言いました。でそれで2回か、ね、3回は間違いなく言いました。でそれで行く行かないでくれのやり取りの中でリスクを考えたんです。強制返納するに応じるのと逮捕っていうことを言いましたので、逮捕されて狭い部屋に閉じ込められた、なんかつまんないおさんのと一緒に調書なんか取られて、で旅券法違反で起訴で裁判取った、裁判費用とか弁護費用がうわ金がかかる話だなっていうので、僕はリスクを考えたんです。返すであればそういうお金のかかる裁判とかあれとか、まあ、なくていいなっていうことで、お返ししました。でその時に すみません、これ手短に言いましょう、はい、それでとりあえず終わりました。いきなり終わったんですね。はい、いいですか、もう大丈夫ですか。わかりました、すみません、すみません、はい、はい、じゃあ、ジャーナリストの柴さんからちょっと1分だけ1分だけ、ね、発言を求めたいと思います。突然すみません、ジャーナリストの柴です。今日杉本さんのことで新たに分かったことがあるのでこの場でお知らせします。ですね、この件は内閣が官邸がはっきり絡んでいます。ちょっと知り合いの国会議員に調べてもらって分かったんですが、強制返納は杉田和博官房副長官の指示で行われました。今月の6日にですね、外務省に対して官邸に説明に来るようにというようなことがありまして、外務大臣も含めて、省内で協議で、同日夕方に杉田官房長官に、外務省の三好領事局長が説明で、その場で旅券返納命令を決定したということです。でやはりですね、この件は杉本さん一人の、まあ、その取材の自由だとかそういったものに対する弾圧ではありません。我々そこにいる安田さんもそうですし、渡井さんもそうですし、退避勧告というようなものが出されているところでずっと取材 してきたものです。ですからこのことは本当に杉本さん一人ではなくて、我々の知る権利が今脅かされている、それを権力が露骨な形でジャーナリズムに介入してきている、そういう問題だと思います。ぜひですね、杉本さんの件我々の問題だと思って力を貸してください。よろしくお願いします。はい、じゃあそろそろ終わりにします。豊田さん、いいですか、その何か本いいですか。いや、何を喋ったらいいのか全然分からない。いやいやいや、本当に手短いね、本当に手短い。何を喋っていいのか分からなくなってしまっているんですけれども、その本のことというのはきっと、2つありまして、1つは、2つ、
要するに福島の、原発事故のすぐ後に入ったことをレポートしたのがあるので、それを買ってくれたらいいということなんですけれども、そのことについて言うと、今日のテーマである戦争と報道についてということで言うと、やっぱり福島事故取材を通して、思ったのは、極めて福島の事態っていうのは戦争に似ている、極めて似ているんだろうなというふうには思っております。で、なんか戦争取材というと海外のことだから、まあ、わりかし報道しやすいっていうことがあったんですけれども、国内のことになればなるほど、まあ、今の杉本さんの例じゃないんですけれども、実は、日本政府には、知られてないこともあるからこそ、知らせないっていうことがあるからこそ、私たちは知る権利を発揮して取材せざるを得ないんだろうっていうことがあるんだろう、そういう思いで取材を今も続けてまして、それが先ほど皆さんお持ちのチラシの映画遺言っていうのに一つは記述してるし、後で買っていただけるであろう本に出てくるということです。で、おそらくやっぱりそれを支えるものは何かっていうと、フリーの場合はやっぱり、視聴率が、あんまり意味はないので、具体的にはやっぱり書籍であるとか映画を見てくれっていうことにやっぱりならざるを得ない、そういう、ご支援もお願いして終わりたいと思います。今日チラシに和田さんの映画のあれも入ってますんでね、そっちはいいかなもうちょっと時間もしてるから、はい、まあ、和田さんの映画ってすごく今話題になってますけど、チラシが入ってますんでね、イラクのすごくいい映画ですので、ぜひ、見ていただけたらと思います。はい、じゃあちょっと休憩を入れたいと思いますので、まあ、10分弱ですね。それと、ちょっと今後進行ちょっとお知らせしますけれども、終えて、試合の経験をしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、そろそろ始めたいと思います。ちょうどこの程度の人がいるんで一丁でいいなと思ったんですけど、ちょっと押してきちゃうんでね、始めたいと思います。パネラーも多くて、しかもあれですよね、通常講演会で一人で喋るぐらいの人が今日8人9人来てたりするんで、どうしても時間が押すことになりますが、ご容赦ください。はい、じゃあ始めたいと思います。それでですね、今日会場に何人かの方いらっしゃってて、まあ、これ一応今日共同取材なんですけども、まあ、作るの関係者もいっぱい来てるっていうこともありまして、ちょっとごめんね、作るの関係者じゃない、作るに連載人、ごめん関係者ってちょっと違うね、連載をしてもらってる方も来てて、ちょっと加山さんが途中で退席されるらしいので、ちょっと加山さんからちょっとだけ発言いただいていいでしょうかね。今出ているツクールで小林よしのりさんと対談をしていて、すごい売れてる、なんか売れてるって本当ですかね。ああ、どうだ、もう完売状態です。完売状態で、ちょっとそこに、いやいや、そのせいで出てるだけかどうかは分かんないですけど、まあでもかなり貢献をしてると思います。貢献ですね、はい、ぜひ。それで今回、先ほどの第1号を使わせていただいたんですけども、皆さんも知ったように2月7日の読売新聞の世論調査で、今回のことに限らず、政府が危険だと言っている海外の地域に行ってテロや、事件に巻き込まれた場合、責任は本人にあるっていう問いに対して、その通りだっていう答えが 83% で、特に自民党支持の人は 88% がそうだと言っていて、そしてこうそう思わない人はわずか 11% しかいないという、まあ、自己責任というのが8割以上になっているという、調査結果が出ていました。でまた皆さんもご存知のように、今回のことでも、まあ、名前を出したりですが、デヴィ夫人とかがブログで、マイクを使って、はい、デヴィ夫人の、ね、ブログで、人質になっているのは大変迷惑なことだとか、あるいは自分の子供であったら自決しろというふうに言うっていうのに対して、1万1000人以上がいいねっていうのをつけてその通りだとか、よく言ったとかですね、まあ、すごいその称賛のコメントがつけられるというような状況になっていますよね。まあ、いわゆるそこまででももう多数になってしまうと、なかなかそう思わないとか、自己責任、例えば先ほどのね、後藤さんのようなジャーナリストの件でも自己責任というふうには
片付けられないとかですね、まあ、そんな風に、あるいはそんな大迷惑とかではなくてね、救出すべきだっていう意見がもう言いづらい感じになってきますよね。で、まあ、こういう風に少数者がこう同調圧力によってこう沈黙を強いられるというのは、だんだんこう口をつぶんでいくっていうような状況ね、政治学者のノエレ・ノイマンという人が沈黙の螺旋っていうふうにね、かつて60年代でしたっけね、呼んで、まあ、ナチスみたいな全体主義っていうのが実はこう誰かの権力者の圧力というよりは、もうこういう市民の側からその沈黙の螺旋をだんだん上がっていくようにして、言っちゃいけない言っちゃいけないって言って口をつぐんでいって、別に強いられていないのにこう自主的にこう全体主義を完成させるっていうね、まあ、そういう構図を描いてみせましたけれども、まあ、もうその螺旋を上がりつつあるというような状況なのかなと思いますよね。で、まあ、その中でどうやってじゃあ沈黙の螺旋を克服するかという、なんかいろんな提案の中でですね、まあ、一つはこうなんか悪魔の代弁者っていうね、もうあえてもうその中で悪役を買って出て反対意見を果敢に述べるっていう、まあ、少数のその悪魔の代弁者の出現によって、まあ、そっちの方にね、私もそうですっていうふうに、まあ、おずおずと口を開く人が現れるとも言っています。で、そういう意味では先ほどの第一部 の、まあ、そのジャーナリストの方たちが持ってこられる映像とかですね、まあ、実際のそこで何が起きているのかっていうのは、まあ、別にその彼らが悪魔の代弁者ってわけじゃないとは思いますけど、その一つの私たちが口を開く素材材料になってるわけですよね。ただそれさえも今いろんな手段で奪われようとしていると、もう全くこう口を開くもうその機会もなければ、その材料もないっていうね、もう考えるな、まあ、見るなというような状況になって、本当にそういう意味ではその今も沈黙の螺旋がだんだんもう始まったというよりは、もう上に完成に近づいているような状況かなって、そういう恐ろしいことだと思いますね。まあ、そういう意味でぜひですね、まあ、誰かが悪魔の代弁者になってくださいっても変な話ですけども、果敢にやっぱり口を開いて、あるいはそういろんな考えるための判断の材料情報を提供していただいて、それに対してね、私たちも口をね、まあ、つぐまずに開いていかなきゃいけないのかな、なんていうふうに先ほど一度聞きながら思いました。以上です。はい、はい、はい、どうもありがとうございました。あれですね、中山さんは官邸前の今回の抗議行動の呼びかけに行かなくてましたね。はい、ということで、2部へ入りたいと思います。それから今突然小林義之さんになって、知らないことあれ何の話だと思ったかもしれませんが、ヘイトスピーチとアイヌの問題について小林さんと大激論をやってるんです。でそれがすごく話題になってるんですけどね。で今日は買われる方のためにこう用意はしたんですけど、ほとんどコメントの完売になってます。紀ノ国屋さんとか全部完売になってます。ただもう一つ出版の特集も結構話題になってて、だから紀ノ国屋とか3階から売れてると多分そっちが大きい、まあ、大きいと思うんですけどね。今出版界ってものすごく大変な状況なんです。ということも多分ちょっと完売してたらね、今日少し持ってきたんですけれども、まだ書店で多少残ってる本屋さんもあると思いますので、ぜひ後で書店でお買い求めいただきたいと思うんですけどね。はい、ということで2部へ入りたいと思います。それで、まあ、あれですよね、さっき結構その本質的なお話をした方が多かったと思うので、まあ、それを受けて、まあ、例えばこの問題ってやっぱりフランステロ事件のところからこう始まってると思うんですけれども、あれですよね、その言論の自由の問題とか、その憲法、まあ、後藤さんの件でなんかいきなり改憲の方向へなんか国中がっていうか安倍政権が走っちゃってるみたいな感じがあるので、まあ、その辺のちょっと大きなテーマも含めて2部で議論したいと思います。はい、ということで、じゃあ荒崎さんからですね、まあ、荒崎さんは戦場取材にも関わってるし、それから、まあ、さっき言った共同通信、なんですけれども、それと新聞論連の委員長もやってるという立場で、まあ、その組織ジャーナリズムを危険なところに出すべきかどうかみたいなことってずっとこの10年ぐらい議論になってたと思うんですけれども、まあ、その辺も含めてちょっとお話をいただけますでしょうかね。皆さんこんにちは。新聞論連の委員長としてます荒崎と申します。
昨年の7月から新聞労連の委員長2年間の任期で務めてるんですけれども、それまでは共同通信の社会部で記者やデスクをやっておりました。先ほど、イラク戦争の時の話が結構出ましたけれども、私も2003年のイラク戦争の頃に、共同通信の、取材陣の一人としてヨルダンのアンマンに取材拠点があったんですけれども、そこを拠点にしてレバノン、シリアなどを、行ったり来たりしながら1ヶ月余り取材をしておりました。その時に実は、話も出てましたけど、開戦直前に、大手メディアはバグダッドから撤退をする形になって、バグダッドに残っているのはフリーの方ばかりで、大手メディアはみんな、アンマンであるとかカイロであるとかそういうところで取材をしているという現実がありました。その頃、私はアンマン、ダマスカスで、イラク国内にいる方から情報を聞きながら、特に渡井さんなんかは共同通信と契約を結んだ形でバグダッドに残っておりましたので、その、電話で連絡をいただきながら、契約ありません。すいません、契約じゃないので、ね、そこ大事なところだから。わかりました。単に寄稿しただけです。個人的な関係のもとに取材に応じていただいた。今までどことも契約を結んだことは一切ありません。わかりました。大変失礼いたしました。そういう形で中に入っている方とのそのから情報をいただきながら、そして、一方では外国メディアの映像を見ながら、記事を書いていた時期がありました。そして預金返納命令の当事者になった杉本さんとも実は、その時以来、今日、久しぶりに十数年ぶりに再会したわけですけれども、そういうことをやっておりました。で、先ほどそのバグダッド陥落の時にそのフリーしかいなかったという中で、和田さんが共同相手にいただいたよという話をしてくれたんですけれども、ちょっとその話を簡単に話しますと、当然その組織ジャーナリストであろうとも、フリーであろうとも、現場に近いところにいる人間は当然、現場の一番、ホットなところに入りたい、取材をしたいという意欲を持ってそこにいます。ただそれが、会社側からこうストップをかけられる。私も実はある NGO と一緒にバグダッドに入ろうとして会社に交渉したことがあるんですけれども、行くんだったら事業を出していけと言われました。で、結果的に事情を出さなかったから、今私ここにいるわけなんですけれども、そういう組織の中での締め付けというのはある。そしてこれがやはり、会社としての組織防衛というか安全という部分はあるんですね。私も今新聞労連に出てきてますので、あまり会社のことを気にせずにこうやって喋れますけれども、会社にいるとなかなかこういうことは言えない。多分ここに今日いろいろ取材に来ている方々、会社のメディアの方いらっしゃると思いますけど、そういう方々がなかなか言えないので、私は今この立場でその代表をしたいなと思っているわけです。で、その2003年、バグダッド陥落したのは確か4月の9日なんですが、その3日前ですかね、共同通信の取材団が、現場からとにかくバグダッド陥落前にとにかくバグダッドに行きたいんだということで、本社に取材の申請を出していました。ただこれは会社からなかなか OK が出なかった。そしてそういう中で、現場のキャップがですね、本社と交渉して、途中の、ファルージャまでは行っている。ただし、連絡が取れなくなったら帰ってこい、ヨルダンに戻ってこいという形で OK を出した。そして、車1台に、共同通信の取材団、先ほど話が出ました原田浩二さんも含めて5人が乗り込んで、それで、バグダッドに向かうわけです。そして、陥落の2日前に、バグダッドにまで、そのまま、現場の判断で途中で止まるというのは、要するに、安全が確保できない可能性があるので、もうこれはバグダッドにまで行けばホテルにちゃんと拠点も確保してあるから、そこまで行ってしまえば安全だという判断のもとに行ったら、会社の許可を、しっかり取らずに行ったということで、しばらくそこで原稿が出せなくなりました。これはバグダッド発で原稿が出たのは陥落の時で、それまでにもいろいろ取材をしているけれども原稿が出せなかった。写真ももちろん出せなかった。でその中には例えば、確かバグダッド陥落の前の日か前日か前日だったと思う前日か前々日だったと思いますけれども、パレスチナホテルが砲撃をされて、ジャーナリストの方が亡くなると、山本美香さんが撮っている映像の時に
報道されてたんで、ご存知の方も多いと思いますけれども、そういう事件がありましたけれども、その時の映像も共同通信は、撮っていたのにもかかわらず、それが配信できないということがありました。これも当時、その後週刊新潮かなんかにこう、記事が出ていたので、ご記憶の方もあるかと思いますけれども、そういう組織としての取材の問題、これも当時その判断がじゃあ正しかったのかどうかということでですね、組合が会社側に詰めたところ、それは適切じゃなかったかもしれないというような会社側 のコメントもありましたけれども、そういうことが、組織の中である、そして現場と、現場の記者は取材しようという意欲のもとにですね、会社内でも一応戦っているという現実をがあるということは一応お話をしておきたいと、最初のお話をしておきたいと思います。はい、いいですか。はい、はい、じゃあまたその話もあと後で出てくると思うんですけれども、じゃあ堀さんからちょっと一部を聞いてた感想も含めてちょっとこの問題についてのコメントをお願いしたいと思うんですけども、はい、皆さんはじめまして、堀と申します。僕は2年前まで NHK にニュースリポーターキャスターをしてたんですけれども、東日本大震災、この原発事故の取材をする中で、割ともっと自由に発信していきたいなという思いもあり、組織を飛び出しました。で、今フリーランスで NPO 法人を運営して、テレビ、ラジオ、新聞、あとウェブメディアを、発信の場をいろいろ確保しながら、僕自身の発信の場でもあり、発信する場がないという方々の受け皿になるような場所を作りたいと思って、活動しております。で、今ですね、その中でみんなの戦争証言アーカイブというですね、インターネットサイトを立ち上げています。で、これはどういうものかというと、戦後70年ということもあり、当時戦争を現役で体験された方々が大体もう80歳、90歳、100歳でいらっしゃいますよね。で、もう来年にはですね、その声は聞くことができないかもしれないということで、そういった方々のですね、ぜひうちのばあちゃんの声を聞いてくれ、うちのじいちゃんの声も聞いてほしい、うちの親戚、親父の声も聞いてほしいんだけど、家族だからなかなか面と向かって聞けなかったけど、これを残しておきたいと、そういう依頼があった場合ですね、我々が、テレビ局の仲間と共にカメラを持って出かけていてインタビューすると。で、それをインターネットで公開して、その映像は誰でも自由にご自身の活動に使ってくださいというものをやっています。で、僕も NHK 時代に戦争証言をですね、集めるというのは当然毎年8月15日もしくは8月6日7日、その頃にですね、ラジオ番組であったりテレビ番組というのを作りますので、僕は初任地岡山だったので必ず86と言われて、原爆の日にはですね、平和記念公園などに行って、取材をしたり証言を集めたりするのをやってきました。ただ今やっている活動と決定的に違うのはですね、今やっている活動というのは徹底的にですね、いわゆる戦争が始まるまでの状況、日常を教えてもらえませんかと、日常の社会の空気というのを教えてもらえませんかといったことを中心に、聞き取りを進めています。なぜなら、テレビ、ラジオで、新聞、戦争の話をするときにはですね、やはり限られた時間、限られた行数で伝えなくてはいけないので、どうしてもその空気感というよりかは、戦争の最も過酷で、悲惨で、憎い、で悲しい不条理な現場のシーンがメインになってくるんですけれども、実を言うとそれを読んでる我々戦後世代としてはですね、戦争がとても非日常だったんじゃないかという錯覚を覚えるんですね。実を言うと、いや、今この日常の当時の80、90、100歳の方々の日常を聞くとですね、今僕らの置かれている生活とこう何ら変わりがないと、どちらかというと国家のためより自分の夢をどう叶えるかということが毎日考えるので精一杯だった、当たり前でしょ、明日何ご飯を作るかっていうのがあって、そういえば戦争って今起きてるよねと思うことがあったと。で、軍人さんたちにですね、いろいろ将校の皆さんや兵士の皆さんなどに いろいろ今聞き取りをしています。ついこの間も人間魚雷回転、そして幻の特攻兵器と言われる伏竜という自ら潜水服を着て機雷をですね、棒の先につけて揚陸艦を海底から撃沈させるために開発された特攻兵器のですね、隊員の方とか、あとはいわゆるですね、戦艦空母のですね、赤城、空母の赤城というのはミッドウェー海戦で沈むんですけれども、その自走できなくなった赤城をですね、自らの魚雷で沈めたというですね、護衛艦の嵐のですね、水雷艇
魚雷を発射する方々にお話を聞いてきました。でそこで非常にこう興味深かったのが、いわゆるこう 大本営発表と呼ばれるそうしたこうメディアの報道というのはどのように受け止めてたんですかと。でもしくはその戦争がまあ始まるまでの間に、そのいわゆるこう軍国主義の足音が聞こえるというのはどういう状況だったんですかという話を聞いてみました。するとですね、こう一つ肩透かしを食らったというか、いやそんなのね、あんな新聞で言ってることもラジオで言ってることも嘘っぱちに決まってるじゃないかと。そんなに日本がアメリカと10倍の国力のあるアメリカと戦ってるのに、そんなに勢いを勝つわけがないだろうと。だからみんな言ってたよと。そんな新聞がやってることや放送で言ってることは、まあ、あれはまあ国が言ってることで嘘っぱちだから。で一方、子供たちはですね、やっぱりその軍記物の漫画とかをこう読んで、やっぱりいわゆる軍国少年になっていくということが、まあ、いわゆるよく言われますけれども、実際どうだったんですかと。いやそれはいわゆるこう物語としてね、こう日露戦争日清戦争で、日本が勇ましく勝ち抜いていった姿っていうのは、読み物としてはすごく面白かったし、それでまあ心も躍ったと。 でも一方で西部戦線異常なしと、あれをまあ読むと、大体まあ学校に入る頃合いになるとあれが読んだと。でそこに書かれているのはやっぱり一兵士のですね、こう非常にこう暗い悲しい不条理な出来事で、あ本当の戦争ってこういうもんだよなと思いながら、片や一方で勇ましい、まあ、戦争の、記録というものを見ていたと、まあ、非常に冷静なんですね。でさらに聞きました。ちょっと引用、短い時間でちょっと一部だけですけど、これ全部インターネットで動画で3時間ぐらい丸々インタビューどんと公開してあるので、ぜひ皆さんアーカイブでみんなの戦争証言アーカイブと検索していただければですね、ノー編集のもう苦行に近い3時間かもしれませんけれども、そういうもんなんです。よくテレビはよく編集都合よくするじゃないかって言われるんですけど、いやそう編集しないと見てくれないでしょっていうのを実はあるんです。でも非常にこう3時間見るって大変な作業ではあるんですけど、全部貴重なそのまんまの話が載っています。で例えばですね、谷川さんという先ほど言った戦艦の、まあ、空母の赤城をですね、沈めた方、いや当時僕がですね、当時まさに大本営発表、まあ、我々は今メディアで働いていますが、当時のメディアは大本営発表、国民が戦争の状況をあまり正確に知ることができなかった人だと言われていますが、割とメディアの発表というのは冷静にご覧になったわけですか。いやほとんど見ませんね。どうせ嘘800並べとるだろうしか思わないからと。そうですか、いいことしか言わないんですから、戦争するにはね、嘘ついたらダメなんですよ。本当は本当のことを言わなきゃダメ。同期や、乗組員の方や皆さん、敗戦当時どのような思いでいらっしゃったんですか。大体ね、みんなそう思ってるの多かったですね。そういうのを表立って話ができる環境ではあったんですか。話は何とでもしますよ。いや我々が描いているイメージというのは、軍人は一丸となってアメリカに勝つんだと信じて戦っているという印象があったんですけど、実際皆さん冷静にご覧になっていたということでしょうか。私たちが新聞を見たり資料を見たら、日本とアメリカはとにかく10倍以上差がありますから、普通考えてもね、10倍の力があると喧嘩したら負けますから。でもそういう思いを抱きながら出撃しなくてはいけないというのは、何が逆に心を支えることになったんでしょう。やっぱりね、国がそういうことを決心したんだったら、国民としてはね、それに従わざるを得ないと、頑張ろうと。でこれが軍人の務めだと。だから私は25歳で死んでしまおうと思ったんですよ。世の中っていうのは不思議ですね。全然知らないんだから手足もかけませんし。海軍に行かれた方は腕を失ったりされますね。足がなかったりね。で今は谷川さんがおっしゃった国が決めたという、その国というのは具体的に何を指して国と指しているんでしょうか。どういうこと。国というのはすなわち天皇陛下でしょうか、大本営でしょうか、政府でしょうか。国が決めたのがあれば、国っていうのは具体的に当時は何をイメージしていたんですか。ぼんやり考えるのは、国というのはやっぱり日本のずっとつないだ、連綿とつないだ日本の歴史、そこに生まれた人間、これはやっぱり日本のためにやらんといかんと、それが国のためですよという谷川さんの言葉があるんですね。でもう一方、この方は先ほど特攻の隊員の方の生き残りの岩井さんという方なんですが、まあ、やっぱり同じようなことをおっしゃるんですね。そのアメリカと戦争をすれば必ず負けると決まっていると。でもどうして戦争をという話をすると、なんで負けると思ったんですか。
いやその物量が全然違うじゃないかという話に加え、非常にこう興味深いのは、こちらが日本ですね、政府が頼りにしているのは大和魂だとか日本精神だとか天皇への忠誠心だとか精神文明、精神力では日本の方が優れているなどと愚かなことを言っている、すでに敗北の兆しだと思った。しかし戦争は始まってしまった、始まってしまった以上は仕方がない、とことんやるまで他にはないのではないか、英米は、日本という国を滅ぼそうとしているに違いない、国民は皆殺しにされるかもしれない、これには何としても抵抗せねばならないという話をしているんですね。だ極めてですね、何かこう軍国主義というものにこう侵されてですね、一丸となって熱にこう侵されたような状況で熱狂して戦争に入るというよりかはですね、いやこんな戦争をまあどうせ負けるのにと、でも始まるんだったら仕方がないと、それは国が滅ぼされるために自らの力を振るわなきゃいけないんだということで、まあ軍人の方は覚悟している。 ところがまあ一般の皆さんに聞くと、まあそういう状況もあまり意識しないまま突然やっぱりこう爆撃を受けたりとかですね、家族が死んだといったその時に、まあ、あ戦争だったんだと。で昭和20年の春先にですね、満州に渡った女優の赤木春江さんに聞きますと、赤木さんはこういうふうにおっしゃってましたね。もちろん南方で兵隊さんが出ているのは知っていますと、でもそれがどうしてもあまり自分のことのように思えなかったんですね。それがソマン国境を越えてソ連軍が侵攻してきて大きな爆弾の音が聞こえた時に、あ戦争だったんだ、でも私は その音を聞いても借金をしている劇団を運営するために借金をしていた、この借金をどう返そうかと思っていたというんですね。でいやこれなんでこんな話をするかというと、今先ほどの一部の話を聞いていてもですね、分かるように、まあ、なぜこうジャーナリストが伝えるかというと、やっぱりそうしたその時代のですね、小さな変化や、その遠い国で起きているかもしれないけれども、必ずこう世界の歯車の中で何かが変容しようとしている瞬間をですね、やはりこう映像で音声でそして文字で伝える情報というのは、我々がですねやっぱり次の一歩を決めるのには重要な糧であることは間違いないんですよね。それがそれさえですね手に入らなくなってしまうと、単なるですね耳障りのいい言葉によって我々がその中に巻き込まれていくと、自分で判断することもなく巻き込まれていくんだといったことを繰り返していけないわけです。でもう一つは、ただ残念ながらですね、僕は大学生の時にナチスドイツのプロパガンダと大日本帝国家の NHK っていうのは卒論のテーマだったんですけどね、いやプロパガンダって何のためにやるかっていうとですね、権力者側はですね明確な目的があるんですね、当時の、ヒトラーのプロパガンダの目的は、もう端的な言葉で言うと大衆の国民化っていうスローガンなんです。大衆の国民化、いわゆるこう日々の生活に流され知識もなく、まあ、志も薄く、でもそうしてこう滞留しているような大衆を、まあ、その国家の一員として、まあ、育て上げること、そのために啓蒙が必要なんだということでプロパガンダ戦を展開していくんですよね。でなぜならドイツっていうのは皆さんもご存知のように第一次世界大戦に負けて、でその後の恐慌もあり失業率もですねものすごく跳ね上がり借金まみれの国になるわけですけど、その中でヒトラーがヨーロッパでも初めて大規模な財政出動っていうのをして、アウトバーンを公共工事で作って失業率を跳ね返し、で将来への、投資が必要だということで成長産業見込まれるところにドーンと投資をして、でまあ、第二次世界大戦を戦うようなですね最新の兵器であったり、そして軍事産業も盛り上げていったことでドイツの経済は急回復していくわけですね。でさらに失った誇りを取り戻すべきだといったことで、プロパガンダ戦を展開する中で、とにかく初期のナチのプロパガンダっていうのは誇りを取り戻すっていう美しいですね空撮の映像でひたすら綺麗なドイツの街並みとか見せるわけですよ。で、ああ私たちの国ってやっぱり素敵だよね、
こういうの取り戻さなきゃダメだよねっていう、そういったところから入ってくるんですね。で、あとはもう国会堂、皆さんも知ってるかもしれませんが、国会堂、国会議事堂にこう火炎瓶を投げ込まさせてですよ。で、あれは赤の仕業だと言って、資本家からのですね、まあ、要望にも応える形で、まあ、一気にこう体制を固めていくわけですよね。まあ、それに国民熱狂するわけです。で、去年、ちょうど年末に森さんと一緒に対談をしました。でちょうどそれが、選挙前だったんです、もう告示は過ぎていたと思うんですけれども、選挙の争点がですね、ひたすらアベノミクスしかなかったんですね。でいやいやと、いや今実は考えるべきことはアベノミクスの是非は問わないとですね、経済活動っていうのはそのまま流れていくので、そうではなくてやっぱり最大の、争点の一つはやはり憲法改正、ここに目を向けるべきだろうというような話をすごくしまして、僕もそういう記事やいろんな発言を何とかしたんですけど、でも世論調査してみるとですよ、結局憲法改正のことについて考えようなんて思っている人っていうのは全体の1割から2割ぐらいしかいなかったわけですね。でまあ対象するわけです。でやっぱりこう何が状況を悪化させるかというと、まあ、残念ながらやっぱりこう無知でありですね、無関心な大衆というのが、その時代の空気や国家というのを作っていってしまうと思うんですね、なのでここに来られている方や今ネットでも中継、ニコ生で中継をやっています。でちょうど2万人以上の方々がこれをご覧になっています今。でその方々はいいんです、それは右だろうと左だろうとノンポリだろうと関心を持って、俺はこう思うとかこうすべきだとかいろいろ寄せてくださるからです。でもおそらくですね、僕らが立ち向かわなきゃいけないのは、まあそういった国家権力でありながらも、そうした権力のですね、対峙するだけの力を持ち合わせないというか、それだけの関心を持ち合わせない人々に対してどのようなメッセージを投げかけていくのかということに尽きると僕は思うんですね。なので、まあ、こういう集会が開かれて、これからもどんどん、まあ、その大きなメディアの場では言いにくいことがどんどん増えてます今。やっぱり、ね、僕は東京 NX というところで番組もやってるんですけど、まあ、NX 非常にこう開放区だと言われますが、やっぱりMX にいながらでさえですね、やっぱりこの話は大丈夫かなとかね、やっぱりあるんですね。でもう一つ JWAVE っていうラジオ番組局があって、そこでも番組やってるんですが、そこではもうこの ISIL の問題が出た直後にすぐ常岡さん出ていただいて、公安に何されたんですかとか、あの打ち負けていただいたりして、割とこう自由な電波ではありますけれども、でもすごく限られてるし、そこもどうなるかわからない。でやっぱりこうそれぞれが言論に関わる、あの我々は頑張るべきだし、それをまあぜひ市民社会がですね、盛り立てていただければいいなと思っておりますので、ぜひ力を貸してください。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ちょっとコメントすると、ね、今日ニコ生だけじゃないの、中継だから ニコ生だけ紹介してもまずいから、あのヤフーニュースのザページっていうのも中継しますんでね相当な数の方がじゃあネットで、はい、要するにニコ生だけで2万円だとね、はいはい、わかりました。じゃあ次に森さんから、あれですね、森さんこの間、フランステロ事件から結構新聞とかでコメントが見かけるので、まあ、その辺も含めてちょっと感想をお願いしたいと思いますね。もう、あ、こんばんは、森田君です。自分で書いたり言ったりすると、またここで繰り返してもあれだし、またね、またこれまでいろんな方が、本当にメディアの問題点から、この社会の問題点、政権の問題点、ほぼ、まあ、本当まで全然語り尽くせてないんですけど、割と要点は抑えてくれたなと思うので、ちょっとまあ違うところから入りますけど、いいですか？あの違うところから入っても、あ、どっちがいいですか？こっちの方がいいのか。まあ、一部でちょっとね、話題になりました、この今日のタイトルですね、後藤健二さんの詩を見たので、湯川さんの名前がないじゃないかというね、それは、まあ、多分誰もが、多くの人がそれはなんとなく引っかかってたと思います。でそれはまあ一部でもね、豊田さんも含めて話があったように、まずはこれジャーナリズムをまあ考えるというね、その大きなコンセプトがあるので、ちょっと湯川さんは入りづらいということと、あとは湯川さんにやっぱりこう感情移入しづらいと。でそれは別にあの湯川さんがどうこうではなくて、よくわからないんですね、あの方がね。ただ後藤さんの場合はみんなまあ直接知ってる人も何人もいるし、まあ、彼がずっと取材してきたことも残ってますからね、本も書いてますから、まあ、だから僕らがとっつきやすい
その違いがあります。でもとっつきやすいからいいのかなっていう、多分そういう葛藤は皆さん持ってると思う。同じ人間なのに、同じ時期に同じように殺されたのにね、なんでこんなにこうバランスが悪いんだろうときっと思われてると思う。でそれ大事なんです。その葛藤というか後ろめたさとても大事なんです。それはね、でさらに言えばそれはもっともっと本来広がるはずなんです。後藤さんとね、湯川さんが拘束されたということが、まあ、ネットで、ISIS からそういったような脅迫の動画が投稿された後も、シリアでは、ウクライナでは、あるいはもちろんイスラム国の中でも銃撃はあるし、空爆もあったし、たくさんの人が死んでます。二人が殺されるまでの間も、一週間、二週間の間も何百人、何千人死んでます。あるいは去年11月だからちょうど2人が、後藤さんが拘束された頃でしょうね、九十九里浜に傷ついたトドが来ました。でそれをまあ救助して、で手厚く看護して、鴨川シーワールドですね、そこにこうそこでこう治療して、サチという名前までつけてね、今もうとても人気者になっていると。ついこの間もなんか夕方のニュースでやってましたね、サチ頑張れみたいなことを子供に言わせてましたけれど、北海道ではトドは今ももう害獣ですからね、駆除の対象です、毎年何百頭と殺されてるはずです、昔はもっと数が多かったんです。60年代どうやって駆除していたかというと、自衛隊がやってたんですよ、トドの駆除。自衛隊のね、確か調べたんです、 F-86 が機銃掃射ですよ、トドの駆除で。あと陸上も出てね、 MM2 でやっぱり機関銃で撃ってたらしいです。で同時に傷ついたトドが九十九里に来たら、僕たちはそれ見ながら頑張れ、なんとか助けてくれって、矛盾ですよね。でも人間ってそういう生き物なんですよ。とっても身勝手な生き物です。目の前にあるものに対しては感情移入する、でも視界に入らないものは全く、まあ当然かもしれないけど興味を向けない。でもここにあることを知ってんのに目を、まあ、顔を向けることすらしない。まあ、確かに世界中のね、いろんな悲劇を全部背負ってしまったら、それはもう生きていけないです。だからもうどっかで選択しています。それはメディアも同じなんです。でも大事なことは、自分はそういった存在なんだと思うことですね。日々を送りながら、メディアに接しながら、とてもご都合主義なんだ。とても身勝手なんだ。今こうやってここで喋ってる間も、おそらくは助けを求めながら、声にならない声を上げながら、たくさんの人が死んでます。でも僕らはそれは多分この後はビール飲みに行くでしょうね。でゲラゲラ笑ったりするかもしれない。それは仕方がない、仕方がないけど同時にそれは当然なんだと思わない。どっかでやっぱりずっと引っかかるってことはとても大事なことで、社会がそういった意識を持てばね、メディア絶対変わります。メディアってのは社会に規定されるわけですから。で社会とメディアが変われば政治も変わります。そういった後ろめたさを持たないとどうなるかというと、原理主義になる。原理主義一番嫌いです。硬直します。視界が固定されてしまう。もうその原理主義の一番、まあ、トップが今国会にいるわけです。で昨日あたりからなんかね、議員の野党議員の質問聞かずにずっとうつむいて、なんかブツ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 こう、あれとても危ない状況なんじゃないかと。誰かの議長がね、注意すればいいと思うんです。人の話ちゃんと聞きなさいと。もちろん事前に質問もらってるんでしょうけど、それにしたって危ないですよね。でもあれはなんかあからさまになってしまってることはとっても不思議なんだけれど、まあでもその原理主義的な発想をしてしまうことが今日本の政治を覆ってしまっている一番典型が、テロに屈するなんです。テロに屈するな原理主義ですね。テロってのは何なのか、まあ、これも一部ちょっと出ましたけれど、安田さんが言ったのかな、テロってのは要するに不安や恐怖を与えて政治目的達成することですね。政治目的がなければテロとは言えません。だから例えばボストンマラソンのテロ、まあ、僕今テロと言っちゃいましたけど、これ日本ではそうなんです。アメリカではボストンマラソン、ボマーフェアですね、爆破事件です。当たり前です。だって政治性が何も出てないんですよ。であればあれは単なる爆破事件なんです。さらに言えばもう数年前ですね、元厚生省の方が、殺害されましたね、2件。
3人亡くなったのかな。であの時それをまあ殺害した、小泉なんとかってもう処刑されてしまいました。あの時のメディアの翌日の新聞紙で見出しは全部テロです。だってあの段階でテロ、政治目的も何もわからないけれどテロという言葉を使ってしまう、まあ、結局は飼っている犬の復讐心みたいなことになるんですよね。犬の名前チロっていうらしいんですよ。もうジョークにしてもジョークもできないような、実際人死んでますからね。テロじゃなくてチロだったということなんだけど、でもなぜテロってことはみんな使いたがるのかって、それはもう当たり前ですよね。あの5割増し6割増しですから、単なる殺人事件でのテロというのはみんなが興味持つわけです、関心引くわけですね。ということは視聴率も上がる、部数も伸びる、そういった形でどん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 、つまり不安や恐怖が広がるわけです。メディアを媒介にする形で、そこで政治目的を達成する、それ今の政権です。だからまさしくこれはもうテロを助長どころじゃないね。自ら主体的に、まあ、まさかいくらなんでもね、拉致をしたりとか殺害したりはやってないけれど、そういった出来事を使った形で政治的に目的を達成する、もしくはこの国を違う方向へ持っていく、そしてそこにメディアも全く加担している、市場原理の名のもとにね、そういった状況が進んでいます。おととい今日何を話そうかと思いながらちょっとね、ふとテレビを、まあ、普段まで見ないんだけどつけたら 夜8時だったんですけど、日本テレビやってた番組、成功の遺伝子、日本が世界に誇る30人、なかなかまたまあ最近こういうの多いんだよなと思いながらチャンネル変えてテレビ朝日になったら、鳥肌マル秘スクープ、世界を動かした日本人、同じ時間帯ですよ、月曜日のね、3時間スペシャル、どっちも。まあテレビだけじゃないですね、今書店に出てそうでしょ、なぜ日本人はこれほど世界から慕われるのかとかね、好かれるのかとか、まあ、自画自賛ですね。でこうした形で、つまり負い目がないから、後ろめたさがないからです。どんどん硬直します、どんどんそれは肥大します。でその結果自分たちは正しいと、正義なんだと、誇らしいとか気高いとかね、そういった形容詞を使いながら、そういった今精神風土の中でこの事件があり、今の状況があり、あらゆることがこの流れに回収されてしまっている。だから多分これやっぱりこれに反対できるのは、まあ、流れを変えられるのはメディアです。でそのメディアを支えているのは僕たちなんです。僕たちが変わればメディアなんかすぐ変わるということで、今日ここに来ている会場の皆さんだけじゃなくてね、もちろんなんかネットでニコ動とか見てる人たちも多分ニコ動だったり今頃この辺にバーカバーカとか出てるんだと思うけれど、でもいいです、もうバカだろうが何だろうかね、どんどん見て発言してください。会場です。あ、そこ読んでるのね。そんなでもないんじゃない。はいはい、じゃあ野中さん、はい、手短に言います。今日でジャーナリズムっていう言葉を使っています。ジャーナリズムっていうのはね、適正な日本語がないからジャーナリズムを使ったんですね。でジャーナリズムっていう言葉、まあ、英語ですけれども、で今回ねこのジャーナリズムについて考えるっていうところで、じゃあ、人質事件についてですね、アメリカとかヨーロッパはどうなのかっていうことをね、少しだけお話しします。つまり違う視点で見たときどう見えるのかっていうことですね。でアメリカ人は4人、イギリス人は2人、まあ、すでにイスラム国で処刑されてますね。で僕の友達の国際人権法の専門家でイギリスでエセックス大学というところで講師している人に、外から見たらどう見えるのか、あるいはイギリスという国はですね、自国の国民がイスラム国で処刑されてどうだったのかですね。でイギリスは身の代金を払ってないんです。ですから殺害される。しかしそれはテロの資金源になることを拒否するということで払わない。だから、ね、あいつら勝手に行ったんだからね、そういう身勝手な奴らに金を払う必要はないって、そういう話じゃないんですよ。で、日本のこう状況を話をしたらですね、みんなびっくりする。なぜなら、人道援助の活動家であれ、ジャーナリストであれ、そういう人たちが現場に行かなければ、どうやって我々はね、そこの現地を知ることができるの？そういう話なんです。ですから、
政府がですね、自己責任みたいなことをですね、あいつら勝手に言ってっていうふうなことを言ったらですね、もう政府はめちゃめちゃ批判されるって、そういう話なんですね。で、人権っていうふうなね、ことで言えば、これも我々の活動、ね、ジャーナリストの活動がですね、どういう形で国際法で保障されているかというと、これは世界人権宣言と、それから連なるね、さまざまな人権諸条約、それからさっき湯川さんの話も出ました。湯川さんも救われなきゃいけない命だったんです。戦闘員として行こうが、捕虜の人権ね、人道的にそういったら救われなきゃいけない。これはジュネーブ諸条約と追加議定書、そこに書けるから。で、追加議定書1977年ですけど、この中には報道関係者は文民である、つまり市民であると、等しく救われなきゃいけない命としてあるということ、ここが法的な根拠なんです、国際法なんですね。それで政府に迷惑をかけるっていうふうな概念は人権法にはないんです、ないんです。なぜかというと、自国民の安全を守るのは政府の義務なんです、義務なんです。権利の主体は個人にあるんです。ですから個人が政府に対して義務を履行しなさいと言うべきであって、政府に対してお願いして助けてくださいとかですよ、そういうもんじゃないんですよ。だから政府は自国民が危険な状況にあれば、それは政府の義務として助けなきゃいけない。ですから迷惑をかけるっていうふうなですね、そういうふうな風潮感覚っていうのはね、少なくともアメリカとかイギリスには全くないです。アメリカの新聞を全てっていうかね、ほとんどをチェックしても自己責任論的なのはほとんど出てこない。一つだけ少しね、 US Today なんか書いたのは、行くんであればもう少し準備が必要だったかもしれないと、準備をちゃんとすべきだ、そういう話なんです。で、イギリスでもアメリカでもそういう人道援助をやってる人たち、あるいはジャーナリストはそこに現場に行くっていうこと、これは民主主義の社会を支えるために必要な行動である、称賛されるべき行動である、まあ、そういうふうに思います。だから自己責任論的にね、さっき加山さん の読売新聞のアンケートもね、ありましたけど、ああいうふうに考えているのはですね、つまりジャーナリズムって言葉を言いながらですね、日本人の感覚っていうのは全くグローバルスタンダードですね、大きな差があるということを一つお伝えしたいと。もう一つは、迷惑をかけた、そう言いますけれども、実は例えば ICRC っていうね、赤十字国際委員会、それから国連のいろんな団体、それから NGO の人道支援のための NGO の人たちで、僕もいろんなところでそういう人たちに会うわけです。で、この人たちがね、今までたくさんの命を救ってきたんです。ものすごいたくさんの命を救ってきたんですよ。国連の UNHCR 難民高等弁務官事務所が、ね、難民キャンプを作って助ける、何万何十万、今1000万以上います。しかし難民キャンプに来れないたくさんの人たちが戦場、戦地か紛争かに生きているわけです。その人たちはどうするのかっていうね、現実があるわけです。で、その時にたくさんの人たちがですね、そこに行くリスクはあるけれど、しかし自分たちの救援を求めている人たちがそこにいる限り、私は行くっていうふうに決意をですね、行くわけです。で、そういう地域がすごく危ないわけです。で、そういう時に行った時にですね、たまたま捕まったりとか殺されたりってことがあるわけです。日本の国際 NGO のメンバーでも何人かやっぱ殺されています。しかしそういうことが起きたからね、そういうことをやめろってことじゃなくて、そういう人たち、無数の人たちの勇気と努力によって今までたくさんの人たちが救われてきたんです。そういう行為なんです。で、これはジャーナリズムもそうなんですよね。ジャーナリストはそこに行くから我々は世界の現実を知ることができるわけ。つまり民主主義の土台を支えているのはジャーナリズムなんです。ところがやっぱりジャーナリズムっていう言葉がね、日本語に翻訳できないのと同じようにですね、ジャーナリズムのそういう役割がやっぱり理解されてない、そこに大きなね、問題あると思います。それからもう一つ、これはジャーナリズムの側から言った時に、
ジャーナリストの死っていうのはね、さっき言いましたようにここ10年で6人です。で、2012年には山本美香さんが亡くなりました。で、その時にも僕はすごく実は違和感があったんですけれども、ジャーナリストが亡くなると一面トップドーンと来るんですよね。あれはすごく違和感ある。ジャーナリストの死っていうのを英雄視してはいけないと思うんですね。ジャーナリストの側から言わせればこれは殉職なんですよ。殉職なんですよ。つまり職業的に抱えざるを得ない、直面せざるを得ない、そういうリスクなんです。それは警察官であろうと消防士であろうと登山家であるとみんなリスクがあるわけです。で、なぜね、そういうふうに英雄視することが危険かというと、これは非常に情緒的でね、国民にとってヒーローを作り上げるってそういう心理的なメカニズムの中でそれ出てきてるわけ。で、これは例えばですよ、自衛官がもし外に出て海外に出て何かの活動してる時、自衛官一人死ねばもう国民的な英雄です。おそらくもう国葬をやるっていうそういうレベルにいきます。で、これはイラクで殺害された2人の自衛官がいました。この自衛官が死んで、で、小泉政権の補佐官をやってた岡本幸男さんがね、朝日新聞でこういうことを言ってました。死んだから英雄になったんではないと、英雄は死んだんだと言ったんですね、その2人でした。これ朝日新聞ちゃんと持ってます、その彼とはね。つまりそういうふうにして人の死を英雄視してヒーローを作り、ですからジャーナリストの死っていうのがね、一面トップに来て、わあ本当にね、痛ましいことだっていう、ね、そういうふうな心情そのものがですね、これから政府の側によって逆にですね、国のために死ぬことは尊い、そういう死がねとっても尊いことなんだっていうのは、ね、まあ、そういう心情が戦前のね、国民を戦争に駆り立てていく、そういうものにつながっていくかもしれないっていう、やっぱりそう思うんですね。で、一つだけ言ってみますと、国際人権法っていうね、で、人権という中にはですね、まあ人の権利ということですけれども、もともと人権っていうのは概念が出てきたのは、これは全体主義によって、ヨーロッパで言うと全体主義によって起こされた過去の過ちを繰り返さないね、そういうところから人権って出てきてるんですね。つまり全体主義につながることだということです。だからお上に助けてもらう、政府に迷惑をかけない、政府のね言ってることに従わないやつはね、これは秩序を乱すね、とんでもないやつだと、そういう考え方が、ね、全体主義に導いていくっていうね、そういう危険性っていうのをですね、ヨーロッパでは非常に肌身でこう感じてるわけですね。で、そういうこう感覚がね、やっぱり日本では非常に乏しいということで、この社会のですね、まあ、思考停止っていうかね、思考の劣化がね、非常に進んでるんじゃないかということで、我々ジャーナリズムの側もですね、やっぱきちんと、発言をしていかなきゃいけないなというふうに思っています。はい、はい、すみません、もうあと5分しかないんですよ5分でこれ終わりにしなくちゃいけないんだけども、天宮さん、せっかくちょっと発言いただいて、その後どうしても荒崎さんとももうちょっとこれに足りないみたいな感じなんで、どうしてもって人だけ話していただいて、しょうがないんで、ちょっと時間切れということになると思いますので、はい、はい、すいません、本宮邦です、よろしくお願いします。今日はとってもいろいろ勉強になったんですけれども、やっぱり報道っていうことを考えると、イラク戦、自衛隊が撤退してからイラクのこと全然私たち日本のメディアも、まあ、あの今日来てるジャーナリストの方は素晴らしい取材していますけれども、すごく日本人も日本の大きいメディアも無関心だったということが、やっぱり IS とかそういう問題が出てくる下地を作ったと思うので、その自衛隊とかがいなくなって、なんだろうな、すごくイラク戦争ってすごく日本が支持してとっても日本に責任があるということをまだ取り返されていない一つの事件だと思うので、なんかそういうことの検証も私はメディアに今後臨みたいですし、まあ、私自身もイラク2回行っていて、2度目はその退避勧告かなんか出てたんですね。でもまあ入ったので、あの報道の自由というものもとても大切にしていかなければと改めて思った、シンポジウムでした。あの杉本さんにお会いできて今日はとても良かったです、はい、ということで、まあ、そんな感じで以上になりました。はい、どうも。
はい、じゃあ、ごめんなさいね、堀さん、せっかく来てくださいもうまとめに入れなくちゃいけない。今回の問題っていろんな論点があって、まあ、私も結構取材を受けたりしてあれだけども、まあ、あれですよね、1時間しゃべって3行ぐらいしか載らないんですけども、一つすごく感じるのは、あれですよね、最初にフランスのテロ事件の時に、表現の自由を守れって、なんか世界中でなんかものすごくみんな熱くなったわけですよね。で、それは当然だって言ったんだけども、その後の記者会見で出された次のあの新聞の表紙が、イスラムの人が今度はそれに抗議するってなったんですね。で、そこで初めて我々はですね、表現の自由ってこれはもう誰もが応援するの当たり前だと思ってたけども、いやイスラムの人にとっては違うんだみたいなことを突きつけられたわけですよね。だから今まで日本の報道ってどっちかっていうと欧米よ、まあ、アメリカよりなんですよね。ですからアメリカのやってることはテロって言わないで民主化の戦いみたいに言ってるわけですね。で向こう側はテロリストみたいに言ってるんだけども、そのことも含めて今回ってすごく問われた一つだなと思うんですね。で、そのイスラム教徒の人たちは例えば東京新聞なんかにも購入してですね、これ誤ったのもさひらしてましたけど、あれ結構気にしてるよ東京新聞で、まあ、そういうことも含めてちょっと表現の自由とかっていうことについてももう一回我々は、まあ、つまりイスラム教徒の人たちのことって、つまり風刺が今度第三条項に出しましたけども、あれがどうしてそんなにイスラム教徒を傷つけるのかとかね、テロの対象になるのかってなかなか日本の日本人で分からないところがあるので、まあ、そういうことに含めてちょっとこれはもう相当いろんな議論をしないといけないなっていう感じがするんですよね。で今日はまあその一環の問題点を指摘しただけで終わりそうな感じなんですけれども、でも最後に荒崎さん、はい、じゃあお二人展示会に行きますね。展示会に先ほども話出ましたけど、朝日新聞の記者が、現地に入ったことを読売産経が批判したという件なんですけれども、今はっきり言って読売新聞の中でもですね、良心的な記者はいるんですよ。だけど、やはりメディアの特性として情報が出されるところにこう、発言力が増していくというのがあって、それを今安倍政権にうまく利用されています。読売新聞の中で政治部がやはり例えば解散、昨年の解散をですね抜いたようにですね、やはりそこに情報網があるわけです、ね、そうすると当然のことながら社内の論調というのはそっちに流れていく。そして、要は政治家が言ってることを、あたかもその抜き種のようにして書いていく。でそこに本来であればその権力監視というですね新聞の役割を果たすのであれば、それをどこかでひっくり返すということが作業が必要なんですけれども、それが今できない状況になっているというところが大変、危機感を感じるんですけれども、ただまあ先ほどその金平さんもその、読売の回路支局場みたいな話をしてましたけれども、現場ではそういうふうな意識はまだかなり持っている人間多いと思ってます。だからそういう人間がこう批判で萎縮しないようにですね、そういうふうに、応援していただければと思っております。以上です。せっかく多くの方もご覧になっているので、ぜひ皆さん今回後藤さんの件はですね、自己責任っていうふうに切って市民社会が捨てては絶対にいけないものです。なぜなら後藤さんの活動っていうのはこれは憲法で保障された責任を果たしているものです。で皆さんの憲法の第12条、これは我々国民がなぜ自由が与えられているのかと、でその代わり自由が保障する代わりに、その自由をどう使うべきかといったことが明記されているものなんですが、これは、自民党の憲法改正草案では大きく変わろうとしています。で我々の自由、さっき表現の自由もありましたけど、そこで明確に、こう定めるんですね。憲法は国民に保障する自由及び権利や義務が伴い、常に、ですよ、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとあるんです。公共の福祉、公共の福祉とはつまり何かというと、個人がですね他人の人権を侵害しないことということで、お互いに自分が持っている権利っていうのは、まあ、他人の人権が侵害されるようなことがあってはいけないために使うんだということを我々自由を保障されているわけです。だから非常にこう戦争であったり紛争であったりテロであったり非人道的な行為について人々を守るということはですね、公共の福祉を守るために我々が自由をですね使うべき対象のものであることはこれ明白なんですね。ところがこれがですね改正草案ではこのように置き換わるんです。常に公益及び公の秩序に反してはならないということなんですよ。秩序に反してはならないと、
我々の自由はあげるけれども秩序には反しないでくださいというふうに明確に憲法を、まあ決めていこうとしている。この違いが一体何なのかということについて我々はもっと議論してですね、深く考えるべきですし、それがやはり今表現の自由をどう守ろうかと、人権ってどう守ろうかという議論の一番もう可視化された状態で目の前に突きつけられている問題であるということを大きな多くの人に、感じてもらえたらいいなと思っております。どうかよろしくお願いします。はい、はい、ということでもう終わりにしなくちゃいけないです。もう一回いい終わってる。これは人が集められるっていう、なんかこの時代に変わったなってアベンジャーの気がしてるんですね。これはすごく貴重なことですので、ぜひご協力をお願いしたいと思います。はい、じゃあちょっとややもうちょっと議論したりないなって気持ちあると思うんですけれども、まあいろんな問題提起ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもお疲れ様でした。